あ、ポーチありがとうございます。アイテム有料アイテムありがとうございます。あ、ポーちゃんだらけだわ。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。あ、メガホンもありがとうございます。あ、クラックありがとうございます。始まりましたね。どう、皆さん音声大丈夫かしらね。音声大丈夫？あ、クラックありがとうございます。音声どう？あ、かくちゃんありがとうございます。クラックありがとうございます。やだね、ほんと土曜日って嫌い。皆さんやっぱりね、人の集まりが悪いしね。おばさんたちみんなあれだもんね、ほんと家のこと、なんつうの、家族のこととかでさ、どっか行っちゃってるしね。ほんとみんな彼氏だのなんだのでしょ。彼氏だのなんだの、家族だのなんだの、うん、マンネリだよこの枠。ありがとうございます。マンネリなのにどうもすいません。ありがとうございます。わざわざ時間を割いてまで文句言いに、あのね、来てもらってどうもありがとうございますね。マンネリへようこそ。あ、クラックありがとうございます。どうもありがとうございます。わざわざ海ちゃんありがとうございますね。うん、そう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 。あ、海ちゃんありがとうございます。いつも見てくれてるってこと、いらないのにね、ほんと海ちゃんありがとうございます。気持ち悪い。だって何もだって生産性ないんだもん。だっていらないわよこんな人。うん、あ、海ちゃんありがとうございますね。役にも立ってないわよ、ほんと不要物よ、いらない、ほんと。あ、海ちゃんありがとうございます。後で消してあげるわ、ほんとね、うるさいと、ほんと。あ、こんばんは。そうそう、だって邪魔なんだもんな。あ、たかこちゃんありがとうございます。クラッカーありがとうございます。ありがとう。今帰ってきたの、皆さん。今よ、今。今帰ってきたのよ。ライブから。ねえ。あ、ぽーちゃん、たかこちゃん、ありがとうございます。かくちゃん、ありがとう。着いたらもう25分か。そこら辺だったのよ。皆さん、もう疲れたわ。うん、アクラックありがとうございます。あ、たかこちゃんありがとうございます。サマパメガホありがとうございます。そう、休みがないのね、ほんと。ね、日中ね。日中休み欲しいよね、ほんとね。ほんと休みないのよ、ずーっと。今のところね、16日ぐらいまで埋まってるかな。16日ぐらい。もう予定がね、びっしりと。そうね。うん。埋まってると思うわ、絶対。もう昼も夜も埋まってる感じ。うん、あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。オトフェスは15日ねえ、ほんと。あ、みちゅんさんありがとうございます。あ、違うわ、17日まで埋まってる。皆さん日中も夜もね、やばいわね、ほんと。大丈夫かな、私残り10日間ね、ほんと。昼も夜もあるんだけど大丈夫かしら、ほんとねえ。休みがないっていうね、一切家のことができないっていう、うん。あ、クラッカーありがとうございます。ありがとうございますねえ。あ、ポーちゃん2個ありがとうございます。皆さん聖杯ゲットできましたか、いかがですか、うん、ねえ。あ、ポーちゃんありがとうございます。ありがとう。出ない、うん。家のことできてない、だ言っただろうが今、私ができてないよねって。あ、みちゅんさんありがとう。かくちゃんありがとう。クラッカーありがとう。私も言っただろうがや、ほんと。なんでオウム返すんねん、ほんとできないねっていうふうに言ってて、うん、終わっただろうがそれで、うん、ねえ、自己完結しただろうが私が今。なんであんた続きまた言うのよ、ほんとね。家事できてないの、できてないのよ、ほんと。あ、クラッカーありがとうございます。ほんとよ、クソババ。あ、クラッカーありがとうございます。こんばんは。
ねえ、打ってる間早くしろ、ほんと指が、ほんと指パッパパッパしろ、ほんと。そうそう、あ、風船ありがとうございます。だから月数数百万円稼げるのに嫌味、どうもありがとうございます。わざわざねえ、どうもありがとうございます。さっき何だったっけ、マンネリしてるっていう風なコメントに引き続き、数百万円だから稼げるのねって、わざわざありがとうございます。嫌に言ったらしいコメント、いつもいつもありがとうございますね。えアクラックありがとうございます。まあ数百万はないけどね、ほんと努力してるから私は、うん、ねえ、そうそうそう、ねえ、それに見合った評価をリスナーさんがしてくれてるからね、頑張ってるからよ、それな、うん、あ、コムギンちゃんありがとうございますね。えそんな横たわってそんなアイテムね投げてもらってもらってるわけでもなんでもないの、ほんと。そう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 、うん、ねえ、いいでしょ、別にもらったってダメなの、ほんと嫉妬してるの、ほんとね。えあなたもやれば、タヌキ外せば、一人でやれば、ね、毎日やればいろんなこと、新しいことね、マンネリマンネリって言うんだったら。あ、うにちゃんありがとうございます。どう努力する、自分で考えれ、そんなのね。え、うみちゃんありがとうございます。ほんとアホ、ほんとよ。あ、クラックありがとうございます。うみちゃんありがとうございます。そうそうそう、あ、クラッカーありがとう、海ちゃんありがとうございます。ありがとう、海ちゃんもありがとうございます。クラッカーありがとうございます。ふわっちくんメガホンありがとうございます。クラッカーもありがとうございます。たかこちゃんありがとうございます。チューチューネズミありがとうございます。ありがとうございます。口に中入っちゃった。うん、そう、お金を稼ぐって大変よね。あ、まいちゃんありがとうございます。クラッカーもありがとう。みちゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。努力をどうするのかって話。匿名さん10個ありがとうございます。そうね、努力をどうすりゃいいのかって話。そうね、努力ね、運もあるって話。いや、でもまあこんばんは、まあ、努力はさ裏切りませんよね、うん、やっぱり。そうそう、まあ、たとえね、その夢があって努力をしてそこにつかめなくたとしても、まあ、別の意味でまたそういうものはまあ輝けれるかなみたいな、わかる？そう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 、うん、ね、そうよ、まあ、そういうもんかなと、うん、アポーチありがとうございます。今だって皆さんがやってることはあの無駄じゃないってことよ。そうそうそう、うん、ね、皆さん普段何してるか分かんないけど、アポーチありがとうございます。ありがとうございます。クラックありがとうございます。こんばんはね。え、うん、何、機長くんは何、一体。あ、ゆゆちゃんありがとうございます。機長くん努力をせずに何稼いでるってこと、そんなことないわよ。あ、かくちゃん15個ありがとうございます。いや、コメント見ながら読むって結構大変なことなんだからね。え、そう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 、それを貴重君見て楽しませてもらってるっていうリスナーさんが、わかる？あえてもう課金して投げてくれてるのよ。そう、そうそうそう、あとそうね、あとやっぱりリスナーさんをどれだけ大切にしてるかっていうところなんじゃないかしら。うん、そうそう、あ、クラックありがとうございますね。あとこう自分の自己肯定感をさ、やっぱこうちゃんとこう上げてくれる人がいいわね。わかる？うん、ね、やっぱり自分のモチベーションをね、やっぱり上げてくれる人がいいんじゃないのかしらね。うん、あ、クラックありがとうございます。そういう人間だとやっぱ人寄ってくるんじゃないですか。うん、やっぱりそう、誰もそんなネクラのところに行こうと思わない。さっきみたいに、マンネリみたいな、マンネリよ今日の放送みたいな。あ、ドラヤキチありがとうございますね。いいわね、毎日毎月数百万円お金を稼ぐことができてみたいなさ、いたじゃない、さっき言ってる人ね。あんな風な嫌みったらしいネクラみたいな人、あんな風に人が集まるわけないじゃないですか、ほんとね。普段から言ってるのよ、そうやって。そうそう、ネチ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 言ってるのよ、普段からさ、妬んでね、ブチブチグチグチ言ってるわけよ。そんな悪口言うところにそんなさ、
誰が人寄ってくるのよねえ。そう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 でしょ、そんなの自分の責任よ。そうそうそうねえ、やっぱりでしょ。そう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 、やっぱりこうあのちゃんとさ見てくれてる人がいいわね。うん、見てくれてる人、うん、あ髪切ったのとか、あ切ったのって、なんか痩せたって、そうって、今日の服装すごいいいわね、かわいいとか、そうって言ってね、ほんとあらーって言ってねえ。そう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 、なそういうなんかちょっとさ、わかる、あの相手を見てこうちゃんとさ褒めれる人がすごくやっぱり大切かなって思うのよ。あみちゅんさんありがとうございます。そうそう、小さいことでもいいのよ、なんでもね、ほんとね、いつもありがとうとかねえ、うん、いつも助けてくれてありがとうとか、ね、ほんと話を聞いてくれてありがとうとかさ、最近どう、大丈夫なのとかね、ほんと、そうそうそう、仕事どう、大変なのって言って、頑張ってねっていう風にちょっとね、あの少しでもなんかそういう風なコメントさ、あコメント、そういう風な友達にそういう風にね投げると嬉しいと思うよ、友達もきっとね。あクラッカーありがとうございます。やっぱり大切にされたいと思えばやっぱり自分もねやっぱ大切にやっぱしないと、うん。そうそう、アミチュンさんありがとうございます。そうそう、思いやるって思いやれるってすごく大切なことだと私は思うのよ、皆さん。だからナイスを押してね、そしてクラッカー投げてね、ありがとうね、そしてアイテム投げてね、そしてコメントも流してね、本当どうもありがとう、うん、そうそうそう。有料投げて文句を言う配信者には投げたくないですって、誰のこと言ってんのそれって、うん、誰それ、本当ねえ、有料投げて文句言う人いるのかしら、うん。あクラッカーありがとうございます。例えばどういう風な文句ね、どういう風な文句、例えば誰よそれ言ってる人ね、えとんでもないわね、本当に。お金もらってるのに、あら誰が言ってるの、ちなみに名前教えてくださいね。えてかすごい眠たいわね、本当。ちょっとなんかあのアイスコーヒーかなんか欲しいわね、本当ね。えちょっとなんかもうすごいなんかもうあのお昼ぐらいからずっとほら起きてるもんでね、皆さんもう眠くて眠くて、皆さんあこれ飲もうね、あこれ飲みましょうね、あこれ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 ね、ショコラビービー飲みましょう、うん。安い有料なんかいらないっていう配信者いた、誰それ、コメントが気にならないとか言われた仮想配、誰それ、うん。あ匿名さんにこうありがとうございます、ありがとうございます。誰がそんなこと言ってるのよ、これ聞くかしら、これ美容だよね、美容ね、まあまあいいか別にね、うん。そう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 、信じられないって、うん、あこんばんはね、うん、もうなんか慣れてくるのよね、慣れてくるのよ、もうそういう人たちっていうのは。だから前喋ったじゃない、皆さんわかる、都合のいい人間とそうでない人間っていうね、いるわけよ。あもちまろちゃんありがとうございます。そうもう麻痺してるんだよ、麻痺わかるの。あメガホありがとうございます、ありがとう。なんかもうちょっと充電がね追いつかないわね、ほんと。あクラッカーありがとうございます。あれなんでうるさいなあんたは、ほんと、ほんとよ。あまいちゃんありがとうございます。カメラのバッテリー切れたんだよ、うん、海みたいっていいじゃない海みたいで、ほんとね、うん。あふわちくんメガホンありがとうございます。皆さんのクラッカーもありがとうございます。皆さんすいません、ありがとうございますね。ね、これしたら誰かわかるの、全部ね。ほら、ほら、ミルクティーちゃん、ゆりささん、しーちゃんね。誰か、ゆうすけさんっていうね、男性もいるわね、これね。無料ね、ありがとう。あ、かやかやちゃん、ありがとうございます。そうなの。こうしたらね、誰かわかるのよ、皆さん全部ね。すごいっしょ。そうね。誰でも匿名だからと言ってわからないわけないの、こっちの方で全部わかってるんだよ。あもちまろ兄ちゃんありがとうございます。
そうなんだ。あ、みちゅんさんありがとうございます。クラックありがとう。皆さん今日あのライブさ見てくれた？さっき私が歌ってるところ見てくれた？あ、かくちゃん、かよかよちゃんありがとうございます。ありがとう。どうでした皆さん？どう？見た人いる？こんな感じいるの？私が歌ってたやつ見てないの？本当、うん、何いいえってニッコリマークして、うん、ね、そう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 。あ、クラックありがとうございます。見てないの皆さん？なんなのよ一体、アホ。本当アホだれ。本当だってさ見てよ。あ、見てました。本当によかった。なんか自分の声がよくわかんないのよ。なんか歌ってるんだけど、なんかそのライブハウス歌ってるんだけど、皆さんなんかね自分の声がわかんないのよ。くなんか聞こえないっていうの、あれ。うんね、全くね歌ってるんだけど、なんかちょっとそのバックの音楽がわかんないのよ。そうそう、バックの音がわかんないの全く。え、綺麗に流れてた歌もなんかね聞こえないのよ全く。なんかその言ったらね、わかります？音となんかその声が乗らないっていうかね。本当そう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 、うんね。でああいうのがあるからイヤモニかなんかしてんのか、アーティストとか。いや、いあのイヤモニって知ってる？皆さんあの音をちゃんとこうほらわかるやつあるじゃん。流れてる音がちゃんとしっかりとこうねついてるじゃん。みんななんかこうやって、うん。コメ欄もひーちゃんがすごいって褒めてた。あら本当嬉しいわ。本当、うん。そうそう、わかんない全く皆さん音が。あ、ありがとうございます。歌いにくかった、めちゃめちゃ歌いにく。本当全くさっぱりわかんなかったもん。そうよ本当。とりあえず、うん、イヤモニ作るって。あれイヤモニって何、あ、何なの言った、ね、こうついてるじゃない。でこうなってこうなってて、何こうポシェットみたいなこうなってんの、あれイヤモニって知ってる皆さん？イヤモニって、うんね、やってんじゃん歌手とか。なんかこうやってみんなここら辺にさ耳にこうほらつけて歌ってんじゃん、こうやって。あれね、そうそうそう。あ、型作るんだあれ。耳だけなのあれ。うん、あ、そう、耳の形ちょっと取るんだね。へー、でどうするの？でどうするの？それ作りました、でつけます、で、うん、ねえ、例えばさそのクラブハウスかなんか、例えばクラブで歌うとするじゃん、まあ、ライブハウスかなんかでイヤモニ持ってるんですけど、だったらどうするのそれって。Bluetooth かなんかでこうつなげてるわけね。あ、使えるの Bluetooth かなんか飛ばせる感じそれって。なイヤモニかなんかこうやって作ったやつって無理？ Bluetooth 飛ぶ皆さん？終わりこの話おしまいですか、うん、ね。あ、ワイヤレスでできるのそれって。うん、音響さんが設定してくれるんだ。へー、イヤモニ、イヤモニ欲しいわね。ちょっとなんかこうどう、なんかちょっとアーティストっぽいわね。なんかねあれね、ちょっとでしょ、イヤモニしてる人なんかちょっとこうね歌手よみたいね、歌手よみたいな、こうやってそうそうそうね、ちょっとねプロっぽいね、なんかねだいぶ。そう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 、うんね本当にね、アーティスト。いやいや私全然ダメよ皆さん。もうみんな上手かったもんね歌ね。小町くんとなんかあのブナマイちゃんのやつ、ちょっとあれ見てちょっとなんか私ほっとしたけどなんじゃこりゃと思って。ほんとそう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 、うんね、ちょっとほっとしたんだ私。あ、よかったと思って、うんクラックありがとうございます。だってさ、あのお客さんとかさ言ってたもん小声で、わすごいですねみたいな
じゃあすごいですねってどういう風にすごいのか分かんないけど、お客さんにあと聞こえたもんだって、あの人すごい、二人すごいですねみたいな。そうよ、ちょっと。いやもう結構閲覧も多かったよねあれ。うん、あクラッカーありがとうございます。やっぱ真面目ぶりよりかちょっとなんか少しぶっ飛んでる方がやっぱ数字は取れるよねやっぱ。うんね、そうでしょ。あこんばんは。ねえ、うん、いや私はねまあまあ別にいいけどね、そう、うん、ねえ、まああのなんていうの、ミュージックヒートショックっていうタイトルらしいからね皆さん、うん、まあ、ヒートショックしたんじゃないきっと、うん、そう、うん、ねえ、ちょ麻痺した感じみんな全員ね、ちょっとそうね、麻痺したんじゃないかしら。とね、あれでね、よかったわね。そうよ。うん。そう。あー、クラッカーありがとうございます。何これ、終わったわ。何これ。ほんと。何よこれ。ほんと、どんだけよ。どんだけ。そう、ほんと。どんだけよ。あ、クラッカーありがとうございます。どんだけ。ほんと。あ、こんばんは。いや、充電してなかったのよ。ちゃんとカメラの充電をね。ちょっと待ってて皆さん、まあ、こういう状態が続くと思いますけどね。あ、通知ありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。ありがとうございます。あ、6位になってるじゃない。なんで私昨日2位まで行ってたよね。あ、通知、まえちゃん、みちゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。20倍ありがとうございます。一気に抜かれたねこれ。うん、このお昼さ時間帯にね。匿名さんありがとうございます。匿名さんありがとう、ありがとうございます。でもなんか、あ、聖杯を使ってるからみんな抜かしたのか私のこと。出すよみんな、もうほんとね、うーよ、うーん、ね。あ、海ちゃんありがとうございます。メガホンもありがとうございます。ね、うみちゃん20倍ありがとうございます。そう、誰か聖杯持ってるじゃないかしらな。ほんと聖杯ね、ほんと。あ、うみちゃんありがとう。たかこちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。うみちゃんありがとうございます。たかこちゃんもありがとう。うみちゃんありがとうございます。ねえ、ちょっと、そうす、あ、みちゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。私ね今日3時にリハーサルだっていう風に聞いてたのよ。たかこちゃんありがとうございます。ねえ、でもさ、なんか多分配信者でしょ、みんな多分そんな言って3時にこう時間通りに来る人っているのかしらと思ったんだけど、行ったらみんなもう揃ってるわけよ。わあと思って、みんなすごいわと思って、もう2時半ぐらいからみんなも集まりだしてるんだって。あらって、よかったと思った。私2時56分くらいに着いたのよ。あ、よかったと思ったね。で、小町くんがね遅れてきたのよ。うん、そうね、ほんと、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あの青 PF のさ、いるじゃないの、腹筋やすしくんとナーボーくんと、あと誰だったっけ、もう一人ね、あの人、ポンスケくん、匿名さんありがとうございます。でポンスケくんがね、もう遅刻するやつなんてもうありえねえわって言ってね、本当ね、そう、みんながこうやって時間作って集まってんのにやとかって言うから、よかったと思って、遅刻しなくてと思ってよかったと思ってね、遅刻しなくてって、私ちょっとほっとしたのよ。ねえ、言うでしょ絶対で、ポンスケくん、うん、ねえ、そうで、まあ、あの小町くん出てきて、で胸前ちゃんと小町くん歌うんだけど、里芋ちゃんありがとうございます。なんか練習してないのよ2人と全くぶっつけ本番、今日が今日がぶっつけ本番なのよ。ああ、
そう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 、うん、で最初ファンタスティック、え、何だっけ、なんかファンタスティックピーポーだっけ、なんかあるじゃんビッグバンのやつの、あの歌を歌ってて、でもう一つがあれね、本当はねアナと雪の女王だったね、扉開けてって知ってる、なんかあるじゃん歌確か、うん、あの歌を歌うっていう風なんだったんだけど、全く二人とも歌えなくてそうそう、うん、ね、知らないのよ二人とも歌ね、あんまね、そうそう本当、うん、なんでその歌選んだのかなと思って、うん、リハーサル私見てるじゃん全部、そうそうそう本当練習してないのね全くこんばんはおね、アクラックありがとうございます、でお客さんとか来るんでしょって言って、小町くんとか、私もほら練習昨日一昨日ほら映画で会ってるじゃん、5日の日ね、滋賀県で一緒にね移動してる時に、小町くんあれでしょって、8日の日、あ今日か7日の日ライブでしょみたいな、一緒だよねって言ってて、お客さんとか呼んでんの、呼んでないですって言うのよ、練習はしてないですって言うから、やる気あるって言ったら、言ったのよやる気あるのって言ってそうそう本当おねえ、じゃあ本当にお、ねえ、ちょっとえでもまあなんかでもあそこだけの閲覧高かったのもさ、やっぱそういうなんかこうやっぱねえ、それそういうのやっぱ好きなのかしらね、特別さんありがとうございます、あそう音フェスも練習してないよね、言ってた音フェス曲もすら決まってないみたいな、どうすんのって言って、15日ね音フェス、な歌も決まってない、練習もしてないみたいなやばくね、ほんとちょっと、じゃあ言ったのよ練習した方がいいよってちゃんとね、あブナマヤちゃん曲決めたんだ、うーんそう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 、いや本気でやばいでしょ皆さん、だってねえ、あクラッカーありがとうございます、え、ね、いや今日のリスナーさんとかはさ、まあ、なんていうの、いやみんな優しいよね本当、今日のリスナーさんたちは、まあ、言っても配信見てるリスナーさんだから、まあ、小町くんのこと知ってるしね、うん、あかほちゃんありがとうございます、ぶななえちゃんのことも知ってるから、まあ、そういうもんだと思ってさ、みんなねあはははは、とかっていう風にさみんなね笑ってたけど、あれ、ま、マジガチのライブだったらもうすごいよね、言われるよ絶対そうそう、いや本当私そういうとこ知ってるけど、結構ピリピリしてるからすっごい、うん、いやもうすごいピリついてるし本当そう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 、うん、ねえ、いやガチ切れされるよ本当マジで、ねえライブハウス、ガチのライブハウスってね知ってるけど、あれは配信者だから、まああのね、まあそういう集まりながらまだいいと思うけどそう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 、あこんばんは、そうそうそう、で私言ったのよ、あの配信あなたたちの出番がね2時間ぐらいあるから、どっかカラオケかなんかどっか行けばって言って、うん、カラオケかどっかに、まあ、練習すればいいんじゃないって言って、うん、まだね時間があるからみたいな言って、とりあえず2時間だったらまだほら間に合うじゃん練習すれば、そうそうそう、もう行けばいいんじゃないのって言ったら、なんかあちょっと待って、またちょっと待って、うん、あふわちくめがほありがとうございます、ありがとうございます、まあいいんだけどね、あれだね、で、まあ練習しますっていうふうになったの、あポーチありがとうございます、練習しますっていうふうになったんだけど、ポンスケ君がやってきて今から飲みに行こうっていうのよ、でもすいませんって言って、今から僕たち歌の練習するんですっていうのよ、あ無理だよみたいな、もう今更別に練習しても無駄だよみたいなそうそう、変わらないよどうせ練習したってみたいな、もうそのままで歌えばいいじゃんみたいな、もうおで私も言ったのよ、そうやってもういいんじゃないって言って、じゃあもう飲みに行って酔っ払ってもうね、もうそれでいいんじゃないのみたいな言って、まあ飲みに行ってたけどねみんな、そう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 、うん、あクラッカーありがとうございます、そうあの出番が始まるまであの自由だったのよ、
うん、であの配信見てくれて、あもうすぐだなと思ったら来てっていう風な感じで、みんなバラバラだったのよ。あポーチありがとうございます、バラバラでね、うん、私車の中でずっと待機してて、近くも、あみちゅんさんありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、うんね、歌う前に飲むのって、あでも飲む人いるよね、あのアーティストでも、うん、逆になんかこう喉をなんていうの入れるっていうかな、緊張をほぐすじゃないけど、あの配信者でもそうだけど、緊張をほぐすためにアルコールほら入れたりとかするよね。そうよ、あちあきちゃんありがとうございます、そう舞台上がるし、あえてテンション上げるために自分が飲んであげるみたいな、そう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 、うんね、うん、私はアルコールあんま取らないのよ、喉がほら私結構張り上げる歌結構多いからさ、うんね、声帯痛めるからアルコールはあんま、ね、飲まないのよ、そうあの前の日とかもね、あんま飲むともうね荒れるっていうかね、出なくなっちゃうのよ、そう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 、うん、ほら喉ってさ、やっぱ皆さんほらまあ油じゃん、油というかな、潤ってないとやっぱ声って出てこないのね、そうだアルコールって全部、まあ言ったらさ消毒もそうだけど全部取れちゃうのよ、あの中のねそういうものも、そうそう、だからちょっと出しづらいのよね、やっぱね、ほらあの張り上げる歌とかねやっぱあるじゃないの、うん、甘えちゃんありがとうございます、であんまりアルコール取らない前の時は、そうそう、うんね、あそうウーロン茶もよくないね、油が全部取れちゃうから、うんそうそう、あクラッカーありがとうございます、朝マパメガホンありがとうございます、緊張したわよ皆さん、なんかほんと意外に緊張したわよ、ほんとそうそう、あでもねなんかねリスナーさんみんなねあのいい人だった、うん、うんね、みんなね本当、私のこと知ってるって言ったらみんなはい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 とかっていう風にね手をね挙げてくれたし、ドヤさんもね一緒にねしてくれたし、アポーチありがとうございます、ね、そう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 、いや本当に、いやリアルでね来てくれたからね、2人ぐらい来たかなリアルで。リスナーさんね、うん、私のリスナーさんでね2人来てくれて、あポーチありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、で前にリスナーだった人も来てたよ、前にもリスナーっていうかなんだろう、ひーちゃん元気とか言ってね、私覚えていますかとか言って、うん、私群馬県で前に突に行った時に覚えてるとか言って、娘と一緒に行ったでしょみたいな、あ覚えてますみたいな、私覚えたのよ、うん、なんでかって、うんとお布施もらったからそうよ、だあら あのお布施の人だと思ったアメガホありがとうございます、その説はありがとうございますって言ったのよ、うん、あユージ君ありがとう、何言ったあなた、そうそう、ね、何ユージ君、それでね、まさかひーちゃんに会えるなんて思わなかったわって言ってね、うん、ね、で君ぼうくんって知ってる、そういうキャスの君ぼうくんが出てきて、ちょっと君ぼうくんとか言って、私ねみたいな、そうそう、あなたのファンになる前にひーちゃんのファンだったのよみたいな、ファンだったのよってねえ、いやいいんだけど別にね、ほんともうねえ、いや君坊君のファンになったのはまあ別にいいけど今ね、本当ねえ、そう君坊君だったのよ、ちょっとみたいな、うん、前はひーちゃんのリスナーだったのよみたいな言って、おほほ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 ほ裏側で、そう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 、もう笑しかないじゃん、もう本当、ほほほほって、ねえ、それしかもないし、本当ね、そうそう、あクラッカーありがとうございます、そういう対応はしてないはず、何が私？え、私がふんっていう風に何突き放すとでも思ってるわけ？
全然。だってこの間ほら大阪の時にさいただいたステッカーあるじゃん、あれ欲しい人いらっしゃいますって言ったら、みんなもうはい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 とか言ってくれたから、みんなにステッカーあげたのよ。でみんな欲しい欲しいとかね、ステッカーね言ってくれて、わかる？そうそうそう、だからみんなあげたもんステッカー、みんなに全員にステッカーあげてね、ほんとそうよね、喜んでくれたしそう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 ね、うん、私全然関係ないよね、誰かのリスナーさんだろうが関係ないわよ、だってそう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 、うんね、そんなもんそこだけ特別扱いしないもんだって、うん、そうそう、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。だってもしかしたら来るかもしれないじゃないね、うちの枠にもしかしたらね、そうよ、ね、来るかもしれないでしょ、流れでね、もしかしたら来ましたみたいな、そうよ、だって奪い合いよ、奪い合い、そう、リスナー同士奪い合い、配信者同士奪い合いなの、リスナーさんは、わかる？取って取られて取って取られてよ、うん、そうそうそう、あ、クラックありがとうございますでしょ。だってもうほら私の枠からさ、何、近所の中学生が何、駐車場の前でカバンを投げ当てて車に当たらないか心配、学校に通報したいぐらい、何言っても知ったい、これどういうこと、一体何これねえ、言えばいいじゃんあんたって、あた危ないわよみたいな、ねえあなた危ないわよみたいな、ちょっと、うん、危ないわよみたいな、ちょっと、そう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 、うん、当たるじゃないの車にみたいな、あなたみたいな、あでも中学生でもちょっと怖いよね、ほんとうるさいねクソベベみたいな言われたらちょっと怖いもんね、ほんとお前に関係ないんだなって言われたらちょっと怖いもんね、確かにね、ほんと今の子何するか分かんないかなそう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 、うんねえでしょ、直接言うの怖いしね、だってね、ほんとじゃあ警察に言えばいいんじゃないの、うん、そう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 、リスナーのことを考えてくれない配信者さん無理だわ、でもみんな考えてると思うよ、うん、あ、つーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、いや考えてると思うよみんな、うんねえ、まあ多少自分のことしか考えてない人もいるかもしれないけどね、中にはそうそうそう、うん、あつーちゃんありがとうございます、でもさ、ね、やっぱこう投げてもらって当たり前だっていう風にちょっと思いたくはないわね、なんかそこはちゃんと私もさ、あの毎日ちょっと感謝できるようにしないといけないって思ってるわけよね、いるじゃんそういう人、誰とは言わないけどね、ほんと投げてもらっても当たり前みたいなね、自分が上の方に行って当たり前っていう風にさ思ってる人っているからさ、誰とは言わないけどね天狗さんだなって思うよ私だって、うん、言わないけどな、そうそう、うん、いるじゃない、そうそう、あ、ありがとうございます、聖杯はねもらえないのよリスナーさんね、結構昨日もたくさん投げてくれたけどね、なん聖杯なんかないんだよね、そうよ本当、どうしようね聖杯ね、本当聖杯が、ちょっと皆さんどんどんみんな聖杯使ってんのかれてるわ、そうよほんとね、結構飛んでるはずなんだけど、昨日も無料も有料も飛んでたのに、なんでこんな風になってんのね、ほんとやだ、8位とか初めて、久しぶり、ほんと、あつーちゃんありがとうございます、特命さん2個ありがとうございます、確率どうなんだろうねえ、匿名さん5個ありがとうございます、やだほんとねえ、何なのほんとひどいわね、あ、匿名さんありがとうございます、他のところで聖杯が出てくるのがね、ほんと、うん、やってんのにね長時間ね、匿名さんありがとうございます、やってんのに出てこないっていうねおかしいわね、あ、匿名さん10個ありがとう、そう1個でも当たるのよ皆さん、あ、かくちゃんありがとうございます、ぽーちゃん20倍ありがとうございます、あ、いつもすいませんありがとうございますいつもすいません、かくちゃんありがとうございます、ぽーちゃんありがとうございますありがとうございます、そうそう、もうギリギリ8時35分になって、あの私ずっと青 PF 見ててね、青 PF
でどうしようと思ったのよ。最後までね、見たいなと思ってて、で終わった時に35分だったからよかったわ。見てたでしょみんなも。あ、ぽーちゃん、つーちゃん、ありがとうございます。何、聖杯が当たらないの？なんとかねしないとね、本当。なんともできないけどね、本当。ライブ、ライブ、ライブ、ライブよ。ね、そうそう、アクラックありがとうございます。でもなんか私ね、セラちゃんを見てて、セラちゃんの放送見てて、セラちゃんがほら今日来るってね聞いてたから、セラちゃんも2時半ぐらいまで家いたのよ。大丈夫かなと思って、家でねすっぴんだし、お化粧もせずにね、歯磨いてて、遅刻すんじゃないのかなと思ったら、今日来ませんっていうの、来ないのみたいな今日。そうそうそう。で、あ、特別さん3つありがとうございます。そう、なんか来ないっていう風になっててね、あ、そうなんだみたいな。あとラムメロちゃんも来なかったんだって。ラムちゃんももうなんかキャンセルなったみたいで、本当。だからなんかね、ありがとうございます、ありがとう。だからなんかすごくなんか時間がすごくなんか空いちゃってるから、全然 MC かなんかトークで伸ばしてもらっても全然いいですよっていうのよ。そう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 。じゃあなんかもう一曲ね歌いたかったわと思って。あ、 KP ありがとうございます。まあいいけど、そうそうそう、ね、2人かなんか抜けてるから、なんか1組かなんか2組かなんか分かんないけど、なんか抜けてるから結構なんかね、時間伸ばしても全然良かったみたいよ。あ、いいね、ありがとうございます。あ、大将君からありがとうございます。でな、途中ねなんか見てるじゃない、な、便所さんのなんか匿名切ってるから、なんかそういうの荒れることないのかなと思ったらさ、すっごい荒れてるわけ、枠がね。あ、まえちゃん、匿名さんありがとうございます。あれ全部ブロックした、私の方でね、本当邪魔だなと思った。本当なんか便所さんのなんかアンチみたいな人がすっごいなんか枠荒らしてんのよ。もうあれやだね、もう本当。そうそう、あれ鬱陶しいわ、本当。そう、しかもね、3人4人ぐらいね、もう連投しまくってて、あれ何なの一体ね、詐欺詐欺みたいな。あ、匿名さんありがとうございます。なんかあれでしょ、なんか便所さんがなんかね演歌歌手になるんだって。あ、ポーチありがとうございます、ごくありがとう。でその演歌歌手になるからクラファーみたいなやつをやってたらしいのね、クラウドファンディングみたいなやつを。でお金が集まったんだけど、実際で行動してないからなんかギャーギャー言ってるみたい、本当。でもさ、それはそれで便所さんに聞けばいいじゃない、どうなってるのみたいな、お金どうなってんのって。だってその枠には別に関係ないじゃない、だって。本当ねえ、荒らされても困るんだけど、また関係ないのに。本当、あ、匿名さん3つありがとうございます。直接掘りに行けばいいじゃんね、本当。いや、楽しんで見てる方がそれ邪魔なのよ、本当。そう、興味ないし別にどうでも。そうそうそうねえ、まあ、そこはそこで被害者の会をねやればいいじゃん、だったら今度ね、そうお金をそう寄付したのにやってくれないって言ってね、それを聞くと何、全部ブロックされるってことなの？あ、じゃあ聞けないから、何今回のところでって。でもでもああいう場所でさ、ちょっといやでも場違いだと思うよ、やっぱりね、ああいうところで弾くのはちょっと、ああ叩くのは違うで、ちょっとやっぱり、ねえ、違うでしょ、だって、ねえ、関係ないもんだって周りは。ねえ、何、あ、個人的に聞いても答えてくれないの、便所さんが。あ、そう、逃げてるってことじゃん。DM しても何、ブロックされて終わりなの。あ、そうなの、マジで。クラックありがとうございます。あ、匿名さんありがとうございます。じゃあ便所さん良くないわね、ほんと。でもあのライブの時にやめてほしいわ。あ、通知ありがとうございます。だってあそこでそんな風にギャー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 言われてもさ、本当。いや警察に言うしかないんじゃない、だって。
あ、通知ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、警察行って無理なんじゃない、きっと。ねえ、あ、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、まえちゃんの子も何カテゴリー、ねえ、あ、このカテゴリーいるの、まえちゃんも。やだー、もう出てこないでよ、もう。あそこなんで途中から出てくんのよね。あ、匿名さんありがとうございます。やだ、もう、なメンバーすごいんじゃない、今回じゃん。ねえ、クラウドファンディングって、例えば皆さんね、まあ、募集かけるじゃない、100万円っていう風に言って、このぐらいかかりますと。で、100万が集まりましたとして、で、集まるとするじゃない。そのお金を実行して使わなかったら、それはそれで、まあ言ったら OK なの、そう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 、ね、まあ支援金みたいなもんだから、どういう風に使おうがってことになっちゃうのかしらね。じゃあそうそうそう、ね、あ、クラッカーありがとう。そう、返金だからないんじゃない、ね、それじゃあ詐欺増えないって、そう、そういうのもやっぱあるのかなって、ね、そう、支援だからどうなのかなって、善意に訴えてるわけじゃない、どうかなっていう話で、ね、そう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 、これね、またこれ問題になるで、ほんとちゃんと答えないと、ね、いや本当に前もほら問題起きてるからさ、ほんと、そうそう、でしょ。あ、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。いや、ほんと、あ、匿名さん2個ありがとうございます。ありがとう。いや、私もあんま変に絡むとさ、でしょ、結構女の人噛みつくんねん。私昔ね、叩かれたことあるの。便所さんにね、叩かれたことあって、すっごいバチバチにね、昔。ね、あ、こんばんは。そうそう、あ、エリさんありがとうございます。あったの、そんなことがあったのよ。あの、なんていうの、私がその言ったら、あの、倉敷かなんか岡山かなんか行ったのよ。ね、まあ言ったら台風かなんかで、あの、災害でね、土石流みたいな、まあ、災害でさ、もう土がもう分かる？川を越えて、川の堤防を越えてさ、土の なんていうの、土砂の水がわーって言って民家の方に流れたね。そう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 、もう川みたいになってんの、もうお家が、周りがね。それ見て私はね、やっぱり何かできることないかなと思って、ね、そうそうそう。で、なんかボランティアか何かそういうものもやりたいし、支援物資もね、届けたいっていう風に思って、リスナーさんから支援金積もってさ、行ったの、車でね、あの車で行ったの。10時間かけて行ったのよ、岡山県まで行ったのね。そうそうそう、いっぱい積んで、車の中にいっぱい積んで物資をね、そうそうそう、行って、ね、届けたのよ。あ、匿名さん2個ありがとうございます。もうちゃんありがとうございます。そうそう、たかこちゃんもありがとうございます。あ、2個ありがとうございます。で、届けたんだけど、皆さんね、まあ届けて、まあその日の夜はね、まあその言ったら、まあリスナーさんの知り合いのお家に泊めてくれるっていうのよ。その方がなんかボランティアかなんか行くんだって、次の日ね、そこの災害地の方に行くから、じゃあ一緒に行きましょうっていう風に多分なったと思うんだよね、きっと、多分。そうそう、あ、クラッカーありがとうございます。
そう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 、うんね、でボランティアもしたいっていうふうなことを伝えてさ、そう次の日だからその土石流で生まれた、なんかこう埋まったところをまあ出すみたいな、うんね、そうそう掃除したりとかね、うん、そうそうそういうのをするっていうふうになってて行ったの次の日。ただ夜ね、あのその方がねご厚意で、あ、匿名さん15個ありがとうございます、ありがとうございますまあご厚意でよかったらご飯食べませんかとね、あのまあ言ったら岡山の倉敷の、まあ、名物をねぜひ食べてほしいみたいな、そうそうせっかくだからみたいな、ご飯をご馳走したいんですけどっていうのせっかくね、あのわざわざ東京からお越しいただいてみたいな、もう本当に嬉しいんですよみたいな、わざわざね支援のためにわざわざね来てくれてみたいな、うん、でもいいですって言うのよ、そんな悪い悪いですって、そんなね皆さんなんていうの、そんなわざわざね本当うんね、だからそのいいですって言うんだけど、いやお気持ちなんでって言うのよ、ぜひって言って言われて行ったの、ご飯ね皆さん居酒屋さんみたいなところに行ったのよね皆さん、でそこで写真撮ってあげたのツイート、そしたらそのツイートが見つかっちゃって、もう次の日もすごい言われちゃった、そうそう何考えてるんだって言われてさ、叩かれてね、そうそうわざわざねそんな、ね、被災地まで行ってそこの方にご飯をご馳走になるなんて何考えてんのみたいな、そうそうそうね、普通は断るじゃんみたいななって、うん、そう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 、うん、でしょ、あクラッカーありがとうございます、相手のご好意なんだよなこれって、うん、でしかもなんていうのその倉敷市が全部が全部皆さんねそんなねものすごくあの被災じゃなくて、言ったら普通にインフラっていうか別に全く問題ないのよ、だその倉敷の市内の言ったらさ、もうほんとほんの、 あの一部のところよ、うん、真備町っていうね本当に一部のところだけが分かるん、まあ、まあ言った土石でこうね言った災害に遭ってるっていう状態なのよ、そうそうだその全部が全部じゃないから言ったら周りの人も普通に生活してるわけ、うん、あ通知ありがとうございます、あクラックありがとうございます、ありがとうございます、だそれをもうすっごい言われてさ、叩かれるわけ私たちも、でまた叩かれるのよみんな私もね、そういう風にね何考えてんだろうみたいな、あいつらみたいな、うんね、ワンタロウ君もいたんだけどみんな全員叩かれるから私たちね本当、そうそうそう、まあ、そういうのあったよね本当、うん、そうそううんねえあった、うん、うん、ねえひどいでしょほんとねえ、なんでそんなこと言われない時なのかしらみたいなねえ、ご好意でねほんとねえ、ただなん、ね、そんななんかねえご好意でそのやってもらってるのになんかね言われるなんてみたいな、うん、なんか私たちが悪いのみたいな、うん、そうね、結局でしょ皆さん、その人が今やってることってねえでしょあクラックありがとうございます、本当にそう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 、でなんか雑談たぬきにも一時さ、あの支援金詐欺とかっていう風にね書かれてる時期があったのよ、で私がその支援金詐欺してるとかさ言ってさ立っとくやつもいるのよ皆さん、お金をくすめてるって言ってそう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 、うん、でもね全部出してんの、レシートも全部出してる、そうレシートも全部ね言ったらどのぐらいね使ったかっていうのも全部出してるし、余ったお金はまたちょっと違うところもね、まあ、赤十字かなんかどっかに、まあ、寄付してるわけ、まあ、それも載してるしね、うんね、そうそうそう、そういうのもやってるかな皆さんね、なんで私がそんなさ、私はそんな猫ババすんのみたいな、うん、
しかもさ全く関係ない人が言ってんのよ。わかる、うん、ね、関係ないやつがぐちぐち言ってるわけ。うん、ミニダさんも何キャンプのかなどうのこうの言われてた。あ、ほんと。あ、それ去年からずっと言われてるわ。そのお金どうしたのみたいなさ、どういう風に使ったのって。別にいいじゃんね、ほんとね、え、ほんとお金そうそうそうあ、クラッカーありがとうございます。へえ、そう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 、うん、だ全部出せっていうのかしらね。な、全部わかる、その領収書を全部出せとでも言ってんのかしら。え、でもさ、その言ったお金を出した人が言った言うのはわかるのよ。2万5000円出してるから、その部分の内訳のお金のその言った詳細を教えてほしいですっていう風に言う人だったらわかるけど、だって周りが言ってんでしょ。だってねえ、そんな周りが 言ったところでさ教えるわけないじゃんね。うん、そうそうそう。いや、ほんと何を心配してるのって感じよね。ねえ、だって2万5000円ぐらいかかるんじゃないの。だってねえ、1泊2泊やってお肉あんなきいっぱい食べさせてくれてね、皆さん。しかもなんか卸のすごいお肉、サーロインとか牛タンとかね、牛とかも全部ね、豚とか鶏とかも全部お肉あってさ、海鮮もあって、6万赤字だったって言った？そうそうそう。でしょ？皆さん。でね、果物とかもいっぱいあったし、お酒も飲み放題のね、皆さん。ジュースも飲み放題でね、ほんと。あんだけいっぱいついてて2万5000円って安いでしょ？だって。そうそう。ん？確定申告するときに領収書を出したいから欲しい人いたらしい。あー、2万5000円か。いただけるんだっていただきたいけど、まあ、でもいいや別に、うん、そうそう、手間でしょ、うん、いや別に確定申告をする時の2万5000円って別に自分であげてもいいのよ、うん、あの税理士さんに言えばいいわ、2万5000円計上してくださいみたいなね。皆さん、これ証拠が残ってんじゃん放送で、うん、言ったらそれ出せっていう風に言われたら放送出せばいいのよ、うん、あの言った税務署がね言ってきた。だからその領収書とかレシートっていうのはそれいくら使ったかっていう風な目安だから、言ったらね、皆さん、そうそう、まあ、証拠は証拠なんだけど、言ったら、うん、ね、自分で覚えてれば、そう、出勤伝票つけて出せばいいし、皆さん、そう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 、うん、ね、そうなのよ。あ、クラッカーありがとうございます。私も出そう、2万5000円ね。うん、ほんと。しかし、あの、引いてね、くれると思うかな。そうよ。あ、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。ほんと。ね、あ、ナイス押してね、皆さん。ナイス押してね。ね、よろしくね、ナイス。私、明日もあるのよ、実は皆さん。もちまろちゃん、ありがとうございます。7位って何なのか、ちょっと少し上がったわね。うん、ね、少し上がったわね。ちょっと待ってね、皆さん。ちょっと待って。ほんと、ちょっと一回見てもいいですか？ほんと。明日もそうなの、皆さん。実は、あれなの。ん？ライブなんだよね。あ、もちまろちゃん、ありがとうございます。誰この人、おてんばここやんって。誰この人、知らないんだけど。あ、通知ありがとうございます。リリーさんが1位だね。すごいね。あ、もちまろちゃん、通知ありがとうございます。で、こまえくんもやってんね。こまえくん。まゆちゃんもやってんね。で、ペリッパーくんもやってるよね。ペリッパーくん。ここ強いね、ペリッパーくんね。そして、やっと来たね、私。一部とくんだったもんね、下がね。あ、たかこちゃん、ありがとうございます。皆さんね、これ上から全部、あれだね、プラチナプラスか。全部ね。あ、つーちゃん、ありがとうございます。強いよ、これね、ほんと。あら、待って、ポロちゃんもいるね。うん、ほら、皆さん、マー君の、うん。あ、クラッカー、ありがとうございます。ちょっと終わっちゃったわ。ね、強いね、ほんと。うん、あ、まえちゃん、これ、聖杯を使ったからってこと。あ、つーちゃん、ありがとうございます。
これ一回誰かがね聖杯使うとさ出てくるよね、聖杯タイム中にね、なんか聖杯が当たったりとかするよね。あ、つーちゃんありがとうございます。たかこちゃんもありがとうございます。うみちゃんありがとうございます。ねえ、なんか出てくるのよ聖杯が、出すまで大変なんだけど。あ、まいちゃん、たかこちゃん、うみちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。前半の分では待ってないかしらって。あ、リスナーさん、あ、誰か持ってるかもしれないね。うん、あ、海ちゃん、舞ちゃん、たかこちゃん、ありがとうございます。サナパメガホン、ありがとうございます。海ちゃん、ありがとうございます。そうね、誰か余ってるかもしれないもんね。配信者でね。持ってる方いないかな、誰かね。あ、たかこちゃん、ありがとうございます。なんせ今回手ごわいわね。周りがね、うん、ありがとう、デグナオさんありがとう、つーちゃんもありがとうございます。あ、たかこちゃんもありがとうございますね。そうね、いないわね、ほんと誰も持ってないもんね、聖杯ね。ねえ、アクラックありがとうございます。待つしかないわね。ねえ、待つしかないわよ。あ、たかこちゃんありがとうございます。まいちゃんもありがとう。天速君何、聖杯を2万5000円で買い取ったの？何、聖杯を何売ってんの？それ取引かなんかで？どういう風にそれ取引するの？2万5000円の聖杯で。匿名さんありがとうございます。聖杯来てるんだ、ビジネス。あ、来てる、うん、あ、売ってるんだ聖杯ビジネス。あ、そう、買いませんかってやつを。そのツイッターで振り込みするの？うえー、あ、匿名さん豚ありがとうございます。マジかよそれ、そんなんやっていいのかよ、ほんと。それやっていいのかよ。匿名さんごっこありがとうございます。それやっていいの、そんな何聖杯の取引みたいなやつ。ねえ、ダメでしょ。うん、アクラックありがとうございます。匿名さん2個ありがとうございます。2万5000円かねえ。そうそうそう、その価値があると思って天然コン買ったのかな。あ、匿名さん20番ありがとう。いつもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さん3つありがとうございます。ありがとうございます。あ、まえちゃんありがとうございます。クラッカーありがとう。匿名さん3つありがとう。本当に出てこないのよ昨日、うん、昨日も4時半までやったんだよね放送。聖杯が出るかなと思ってね、本当ね。みんなもすごいたくさん投げてくれたのよ、でもダメだった、出てこなかった一つも。あ、たかこちゃん、匿名さんありがとうございます。まったく、うん、うん、ツイッターで何やり取りできるのかね。の、あ、できるよ、だって DM だってできるじゃん、だって銀行のね口座を変えたりとかして、うん、ね、私もやってるよ、だって、うん、あ、匿名さん2個ありがとうございます。ありがとうございます。クラッカーもありがとうございますね。できるよ、うん。っていうか皆さん、明日も私またライブよ、ライブ。あ、匿名さんありがとうございます。ライブ、閲覧も取引できるのっていらないでしょ、閲覧なんて。そんなね、いらない、うん、そう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 、そんなの、うん、あれでしょ、なんかあったね、閲覧増やす方法とかね、昔あったけどね、ほんと閲覧があってもさ、どうするのよ、コメント流れなかったら、本当ね。水増しでしょ、水増し。そんなの。ねえ。いや、私、水増ししたことあるけどね。あ、ナイスもあったっけ。あ、匿名さん、ありがとうございます。3つありがとう。いや、大昔にね、私、水増ししたことあるけど、自分のパソコンでね。そう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 。あるよ、昔、大昔ね。8年前の話。友達とツイキャスね、やってる時は、まだ当時。ツイキャスを始めた時らへんかな、ちょっとね、遊び半分で。
そう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 。うん。閲覧で40から50までってよ。うん、ね、閲覧40、50ぐらいってことあるよ。ツイキャスで私。水増しでね、私。そう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 。うん、ね、すごいでしょ。ページをいっぱい開くのよ、ページ。うん、ページをいっぱい開けばいいのよ。そしたら、できるのよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな。うん、ね。そうそうそう。で、自分が枠開くじゃん。そしたら、一気に40、50いくのよ。匿名さん、ここありがとうございます。で、みんながびっくりするのよ。あれ、どうしたの今日みたいな。すっごい人多いじゃないみたいな。そうそうそう。で、うん、聖杯9回使われると最新車にも一つくる。あ、そう、それ聞いたことある。それ聞いた。うん、なんか。ねえ、9個も出るかな、今回ね。聖杯ね。うん。でもね、皆さん、40から50ぐらいのさ、まあ言ったら窓開けてるからさ、サーバーが負荷かかるじゃない？うん、ねえ。で、そしたら、言ったらね、サーバー負荷かかるから一気にダウンするのよ。だから40、50だったのが5人とかね。あれ、どこ行ったのみたいな、さっきのやつみたいな。みんなびっくりするわけよ。あれみたいな。どうしたのみたいな。一体何みたいな。大手のいたずらみたいな。うん、さあ、みたいな言ってたけど、あれは水増しです、私のね。そうそう、水増し。そう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 。ね、水増す方法があったのよ、昔ね。うん、あ、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。ね、いらない、もうそんな。ね、閲覧なんて。ね、クラッカーありがとうございます。私はずっと伸びないのよ。そうそうそう。ね、もう、下がっていく一方よ、皆さん、私は。ね、そうなの。あ、クラッカーありがとうございます。明日は、あ、匿名さん2個ありがとうございます。豚ありがとう。うん、そうそう、閲覧あってもそうそう、あえてもね、飛ばなかったりとかしてね、ほんと。うん、40円とかね。あったわね、そういえば、昔ね、ほんと。昔っていうか最近、40円とかあったわよ、皆さん。うん、ね、配信やってね、40円とか。ねえ、びっくりよ、ほんと。何これみたいな。ねえ、あるからそういうのね、普通に。うん、明日も頑張らないとね、皆さん、お昼からね、藤見先生とね、ライブ。そうそうそう、ライブ。あ、匿名さん2個ありがとうございます。で、終わってまた放送つけて。そう、明日も天気いいのかな。あ、匿名さん2個ありがとう。あ、匿名さん3つありがとう。豚さんありがとう。ね、ありがとうございます。ね、どうなんだろう、ちょっとね。うん、でもそれ終わったら音フェスがあるもんね、皆さん。そうそう、音フェスもあるしね、皆さん、ね、うん、いや結構あるよ皆さん。そう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 、うん、ね、あ、たかこちゃん2個ありがとう。ありがとうございます。クラッカーありがとうございます。明日も暑いんだ。あ、そうね。あ、匿名さん3つありがとうございます。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 あ、匿名さん2個ありがとうございます。でもね、なんかやっぱなんかその、なんていうのかな、今日舞台立ったでしょ。やっぱその舞台慣れじゃないけど、やっぱ緊張はするけど、やっぱなんだろう、舞台慣れしてる感じしたね、やっぱ私ね。やっぱ何回もやっぱこう舞台をこう踏んでるからか知らないけど、やっぱこう流れが分かってくるの、なんかね、やってればね、ずっと。うん、あ、匿名さん3つありがとうございますね。え、なんか思ったわ、なんか、だって小町くんに言われたもん。小町くんにね、ほんと、やっぱすごいですねみたいに言われてね、ひどんなさんすごいねって言われて、え、何がって言ったら、プロの歌手ですねみたいに言われてね、もう MC もすごいし歌もねすごいから、もうすごくびっくりしましたみたいな言うのよ、小町くんが。そうそうそう、うん、で自分も頑張りますみたいな、頑張ってねって言って、あれ頑張ったのが
あちらでございます。ちょっとファンタスティックピーポーがなんかね流れてみたいな。そういう練習してないのね本当。金太郎軍団に入ったんですかと。え？金太郎軍団何それ。私が入ってるっていうようなことになってるの？金太郎軍団に入ってると。あ、便所さんもいたよ。ねえ。え？入ってないし、私。そう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 。あくらっかありがとうございます。何なの入ったんですかって。入ってないわ、そんなの。そうそうそう、ほんと。たまにそういうコメントない。まあ、本人じゃない？ねえ、ほんと。じゃないの？ねえ。そう、しつこいのよ、金太郎、金太郎ってさ、ほんと。あ、でもね、今日沼田くんと喋ってて、またなんかエクプリフェスやりたいねとか言ってたんだけど、いつも東京じゃない。いや今度大阪でやってよっていうのよ、沼田くんがね。沼田くん近いから。ね、今ほら、愛媛の方にいるから、今度ちょっと大阪でとかで やってよって言われてね。そうそう。ね。あ、大阪ね、みたいな。いつも東京じゃないって言って。大阪でも見たい人いるんじゃないのって言って。やっぱステージね、そういう風にみんな集めてやればいいんじゃないのみたいな。そうそうそう。ね。あ、クラックありがとうございます。だから大阪でやってもいいよねっていう風な話よね。でもわかんないからさ、地理も何もわかんないからね、ほんと。そうそうそう、その場所もね、どこがいいのかもわかんないしね、ほんと。つてもないし、皆さん。そうそうそう。つてがあればいいけどね、皆さん。そうなのよ。わかんないのよ、まったく。私が。そう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 。ねえ。でもやりたいわね、そういう風なことね。そうそうそう。ねえ。また。ね、今度ね機会があったらぜひやりますので皆さんね本当、大阪ね本当大阪なんか今日もう全然ゆっくりできなかった。大阪もそうだけどさ、滋賀県もそうだし、皆さんさ実家に帰りたかったわ。うちの母のためにおせんべいとさ、あのシュークリームにお餅が入ってるやつがお土産であったのよ、東京のお土産でね。美味しそうだなと思ってね、これ絶対うちの母に持ってったら美味しいって言うかなと思って。おせんべいとか好きだからね、そういう甘いものも好きだから、それをちょっと買ってさ車に積んでたのよ。で帰りそう寄りたかったんだけどさ、もう時間が押しててね、皆さん実家に帰る時間もなくて、皆さんもう帰っちゃったすぐに、皆さん。そうそう、あこんばんは、悲しいわ皆さん。そうそう、うちの母に会いたかったわ、本当ね。そう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 、あこんばんは。まあ、でもリスナーさんがね、あの私の枠にいるからさ、しかも私のね実家の家の横に住んでるね人がいるから、この間聞いたのよ、うちの母元気にしてますみたいな、元気ですよみたいなね、元気ですよみたいな。回覧板とかもね、雨の日はちゃんとね袋か何かに入れてね持ってきてねくれたりとかもするしとか言って、あそうなんだみたいな。ね、いつも元気にあのねやってらっしゃいますよみたいな。だそれちょっと聞いてちょっと安心したわね。そう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 、あメガホンありがとうございます。そうそう、お母さんね。ね、ほんと、そう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 、近所付き合い大事。でもさ、うちの母もうすぐ60歳なのよ、皆さん。ねえ、60歳なのね、もうすぐ。あ、風船ありがとうございます。なんかさ、いつまで、さっきはステッカーまでありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、リスナーさんがね、あのファンの方がみんなね、いい方たちばかりで、ね、お客さんたちがもうすごいね、みんなずっとこうやってじーって聞いてくれてさ、ね、私のなんかあんな伝えたね、ほんとみんなうまいからさ、他のメンバーがサラちゃんとかね、シー君とかもそうだし、沼田君とかも味があっていいじゃないのね、他のみんなもそうでしょ、皆さん
いや、うまいなと思ったのはみんな聞いててさ、いやすごいなと思ったね。いや私浮いてないと思ってそれをね、あのメンツでね、ほんとちょっとなんかこう聞かせる系じゃんみんな、ちょっとそんな私聞かせる系だな、ちょっとなんかね、私そこに入っていくって結構ちょっと大丈夫かしらみたいな、そう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 、ね。いやでもよかった、聞いてくれて皆さんね、優しかったからね、ほんとね、安心しました、ほんと、うちの母だから60歳なのね、もうすぐね、皆さんもう60歳じゃない、どうするのって母に言ったのさ、ほんとね、どうするのって、だってね皆さん結婚するのって、籍入れないのって言ってね、籍入れた方がいいわよってもうね言ってるわけ。あ、そう、還暦の祝いしないといけないのか、何だっけ、赤パンツだっけ、ね、言ったのよ。もうすぐね、皆さん内縁の関係をもう十何年ぐらい続けてるんだけど、でもね皆さんね、そうそうそうは言うてもね、だってあちゃんちゃんこだったっけね、あちゃんちゃんこあげればいいのか、あそう、ね、でしょ、将来どうするのって言ってね、ずっとあの着るのちゃんちゃんこでも、なんかもう将来どうするのって言ってたよ、ほんとね、もうずっとさ、滋賀県にいるのって、のりさんと一緒に生活するのって言ったら、うんって言うのよ、そうそう、でのりさんがもしね万が一亡くなったらどうするのって言ったら、そこにいるって言うのよ、滋賀県にね、滋賀県にいたところでどうすんの、誰もいないのにって言って、そうよねえ、いても仕方ないでしょって、滋賀県いたところでね、ほんとのりさんも亡くなっちゃったら、私が東京にいるんだからね、東京に来ればいいじゃないって言うんだけど、東京行ったところでね、年取ってるし東京にこう馴染めないって言うのよ、田舎の方がいいって言うのよね、えわざわざなんか東京の方で住めないって言って、そうね、えああそうってなってね、ほんと滋賀に残るみたい、滋賀に残ってどうするのよ、なんかあったらどうするの、行けなくなっちゃうよって言って、ほんと私もね、そう、私が何滋賀県に帰るしかないのこれって、へえー、そういうことなの、ねえちょっとそうなの、ねえ、そうそうそう、なるほどね、ねえ無理、何が、いやでもね、私がじゃ滋賀に帰るのかっていう風になっても、多分うちの母が多分ね、そういうのはいいって言うと思うんだよね、直子は、私わかるの、直子の気持ちが、多分そんなことしてほしくないって多分ね言うと思うわ、うちの母親は、そう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 、ねえ、そこに何一緒に住めばいいのにって、うちの母がでもさ、東京は東京でも皆さんさ、全部が全部都会じゃないじゃないの、東京もね、だってだって足立区なんて皆さん本当にもうそんな下町よ、ここ、ね、下町よ足立区なんて皆さん、ねえ、そうそうそう、そんな言うて、ねえ、馴染めれると思うのよ、そうそう、すぐにね、そうそう、でしょ、足立区住み、足立区いいわよ、足立区いいわよ、ほんとうるさいわね、ほんのぐっそ連投して、あんたほんと2個も3個も4個もいらないわよ、そのコメント、ほんとそう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 、誰よそのカスミサムネは一体、そのサムネは誰なの、あ、ナナちゃんですか、ナナちゃんですね、ほんと、あ、そうですか、ねえ、なんかナナちゃん今日なんか歌ってたね、歌ね、新野中君となんか歌をなんか 歌うのなんか2人でなんか、なんか歌をなんかこう作ってたよね、2人でなんかレコーディングしててさ、ほんとそうそう、でまたやっちょくんが横からうるさいのね、ほんと奈々ちゃんがこう一生懸命歌ってるじゃないの、でなんか横からなんかやっちょくんがなんかもうさ、もっとなんか
もうこういう風な歌い方にした方がいいとかって言って、そのしつこいもうずっと出てくるから、後ろからね、ほんと。そうそう。ねえ。うざいのよ、いち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 。もうほんと。あ、やっぱ喧嘩したでしょ。こりゃ喧嘩するわよ、ほんと。あれ、うるさい。ほんと。ねえ。うん？そう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 。ちゃんとその言ったら、あの曲を作ってくれた人も一緒にいたんだよ。レコーディングね、言ったら。うん。大体まあ言ったらさ、レコーディングの時は大体作曲した人とかね、皆さんアレンジした人がまあ同行するわけよ、大体。うんね、やっぱり。でまあこういう風な歌い方ですっていう、まあまあその言ったら仮の歌も聞くんだけど、歌ってる人の やつも聞くんだけど、でまあ実際歌うじゃないの。歌はもうちょっとこういう風な感じでっていう風に言われるわけよ。まあ、そのレコーディングしてる人から言われるわけね、やっぱり先生がちゃんといるからさ、皆さんね。うん、でも、やっちょく横からなんかもう、その先生がいるんだから、もういいじゃんと思って。うん、ねそうそう、やっちょくんが30分か1時間黙ってれば、もうあれすぐ終わってるわ、レコーディング。うるさいなと思って、私も見ててもうるさいわと思って、ほんと、横からずっとなんかガチャガチャも言ってるからさ、うるさいわと思って。そうよ、ほんと。うん、ねえ、少し黙ってればいいのにと思った。うん、ねえ、あれ、喧嘩するわ、ほんと。ねえ、ほんとに。で、実際、自分の番回ったら全然歌えてなかったりとかするからさ。あんだけね、奈々ちゃんに、ああしろこうしろっていう風にさ言ってたのに、自分がバン回ったら全く歌えてないね、全く歌そうよそう、全然歌えてないよね、歌なんなのよと思って。うん、うん、うん、そうそうね、眠ってないから声が出ないんだわとかね言ってたけど、そう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 ね、本当に。なでもやっちょくんでもなんか今配信してないみたいな、1ヶ月ぐらいなんか自分は配信してないんだよとか言ってね、配信で言ってて、なんかね、メンバーシップ、その TikTok のメンバーシップ1000人いかないとなんか配信やりませんっていう風になんか言ってるみたいね、なんかちょっと聞いたけど、そう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 、うん、それまではやらないみたいな、放送ね、一切それを言ったら放送するんだって。じゃあもうしなくていいよね、放送は。じゃあもう放送しなくていいわね、ほんと。そう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 、でしょねえ、そんななんか、うん、すごく焦ってるんだ。何、歌を何2人で歌ってライブするんだよ確かね。あ、 TikTok してるんだ、何がなんだ、配信やりませんよ、ほんと嘘つきね、ほんと。そうそう、うん、ね、ライブするんだよね、歌も作って、ね、そうライブもやるんだって、うん、ね、ちょっとライブして歌ってみたいなね、そう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 、曲も出すんだよ多分ね、それね、曲も出したりとかして、まあ、でも曲買う人いるんじゃない皆さんね、曲を、ななちゃんのファンが買うんじゃないの曲を、ね。そう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 、ねえ、買うんじゃない、それが目的でってことか、言ったらねえ、あ、判決する前にやって終わらせたいんだそうそうそう、最後奈々ちゃんブチ切れて目の前で ADHD でめんどくさいってずっと言ったその ADHD っていうのはやっちょくは何、もう診断受けてんのかしら、ねえ、そう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 、いや、ねえ、あ、そうか、手帳もらってるもんね確かね、言ってた、手帳持ってるって言ってね、そう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 、あ、診断受けててってこと、診断受けて ADHD なのねえ、もうやだもん、あの手帳持ってさ、免罪符みたいに持ってね、ねえ、そう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 、あ、ダンスとかもあったんだ、あ、そう、
あ、クラッカーありがとうございます。なるほどね。はい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 。あ、ダンスもあるんだ。へー、大変ね、ほんと。ななちゃんでもさ、なんかそんな言うてさ、まあ歌うの好きだったかな。まあでもたまになんかその、なんていうの、まあ配信でカラオケみたいに歌うの好きなんだけど、なんかほんとガチでなんかほんとにアーティストとしてなんかこう歌うってことがあんまなんかね好きじゃないのかなと思ったんだよな。うん、そう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 、うん。あ、クラッカーありがとうございます。うん、なんかそんな感じする。うん、まあ言われてなんかこうやってるのかな、じゃん。そうそう、アクラックありがとうございます。うん、依頼受けたもんじゅりが悪いって言ってる。あ、やっちょくんのやつ、確かにね、やっちょくんに言われても絶対私やろうって思わないね。うん、ね、だってもうめんどくさいのわかるもんだって、もうめんどくさいやんなって、もう本当あの人ねえ、うん、そう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 、でしょ、うん、一応やっちょくんでも、あの皆さん一応元ジャニーズだからね、でしょ、うん、元ジャニーズジュニアでしょ、やっちょくん確かじゃなかったっけ、確か、うん、え、じゃなかったっけ、違った、あれ、あ、ジュノンボーイだっけ、もともと、うん、ねえ、ジュノンボーイ確か、うん、なんかのあれだよね、持ってるよね確か、うん、そうそう、あ、こんばんは。あ、ジャニーズを目指したんだ。ジュノンボーイ もなかったっけ、あ、違うのかしら。あ、匿名さんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ズームイン光あれ、ソーシャルディスタンス、長いわね、長いで、短いわね、短いと思ったけどやっぱり長いわね、ロノンタムのスイよね、イエス高須クリニックよね、ありがとうございます、ありがとうございます。レコーディング終わった後 PV 撮ろうと移動したら公園に着いて日が暮れちゃって、やっちょくんイライラしてるってこと、仕方ないよ、だってねえ、横からうるさいんだもんだって、ずっとねえねえ、あんなのだってさ、いつ終わるのよって感じ、あのレコーディング、ほんと、でしょ、聞いてくれる皆さん、実は私のね新曲あるじゃん、あのフローとかね、全部アルバムとか、私とね龍騎さんでレコーディングね1時間よ、っていうか私だけで30分なの、レコーディング終わんの早くな、私2テイク撮っておしまいなの、2テイク、そうそうそう、うん、まあこれでいいかなっていう風に言われるわけよね、そうそう、だから結構、いや、そういうことでもないのよ、うん、そう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 、そういうことでもないんだけど、あ、クラッカーありがとうございます。あんま取りすぎても良くないしね、疲れるのよ取りすぎると、うん、皆さんやっぱね事前にちゃんと練習して、もう本番でバンっていう風に歌った方が、あのモチベーションが皆さんほらね保ってるじゃない、まだ最初、うん、そうそう、もうね、あと時間経ってくると皆さんもうね疲れてくるの、どん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 と、声も喉もね、うん、そう、どれがいいかよく分かんなくなってくるのよ、もうだからある程度テイク取ってもおしまいの方がいいのよ、逆に、そう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 、うん、ね、そうなの、アクラックありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。あ、私ね、サラちゃんから、今日サラちゃんと会ってきたのよ、皆さん。サラちゃん。あの、ほら、灰色モノクロームってあるじゃないの。知ってる？あの映画の主題歌のやつ。あれでくれるって。曲。うん。ね。そう、もう、私の名前で出してください、みたいな。曲ね。発売してもいいよ、みたいな。普通に。そうそうそう。ね。言ってたかな。ね、ちゃんと譲渡契約書を結んで出します、うん、ちゃんとピッチもね、ピッチ補正もちゃんとやって、皆さんまず再レコーディングします、あの曲は、うん、ちょっとひどいからあれではね、ちょっと音程ずれてるから
ちゃんとしっかりとねピッチ補正ちゃんとやって、じゃああれでもいいんだけどもうちょっとねちゃんとピッチ補正綺麗にやって、そうそうそう、うん、ちゃんと出そうかなみたいな。あと音圧もねちゃんとこうきっちりとしないと審査が通らないのよ、うん、アポーチありがとうございます。そうサラちゃんいい曲作るよね。あとくめさん20倍ありがとうございます、ありがとうございます。そう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 、うんねえ、いや本当にね、あクラッカーありがとう。 ピアノ弾けるからいいよね、ピアノ弾けるからね、羨ましいね、ピアノこう弾けてね、本当ああやって、あクラッカーありがとうございます、羨ましいと思った。友達でいたのよピアノ習ってる人、うーん羨ましかった。どこ行くのって、ピアノのレッスンって、行くのって言って、へえそうなんだみたいな言って、そうそうお母さんお母さんってピアノ習いたいんだけどダメって言って、そうよ高いからダメよって言うのよ、えーみたいな言って、そうそうそう、うんでひろきみたいな、ねえはいって言ってねもらったのうちの母から、何と思ったらなんか付録についてるのはピアノみたいな、こう鍵盤みたいなやつあるじゃん、なんかあのほらない、ああやつ紙のやつ、これって言ってね、これで、ね、いいんじゃないって言って、そうよねえ、へえ舐めてんのかと思って、このクソババと思って、ほんとそう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 、ほんとうんそうそうそう、うんねえ、うん、バカにしてんのうちの母親そうやって、うん、へえいや高いんだってピアノは、言ってたうちの母とかも、高いのよピアノはって、あんたピアノ習い出したらピアノが欲しいっていう風になるからダメっていうの、うちの母が絶対ね、もう分かるからみたいな、もうそうなるのよって言ってね、絶対そう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 、高いからピアノもダメよみたいな、どこに置くのようちにみたいなそうよどこにピアノ置くのあなた あの家にねみたいな言った、そう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 、うんねそうなのよ。友達ピアノ持ってる人いた、皆さん羨ましいと思っちゃったわあれねえ、うんで鯉のぼりとかもさすごいのよ、みんな鯉のぼり立ててさいいないいなって、お母さん私もああいう鯉のぼりしたいって言ってたら、はいはいはいみたいな、これよみたいな、スーパーか中でついてくんじゃお菓子みたいなやつなのよ、ちっちゃいやつプラスチックのなんかのストローみたいなやつにさついてんじゃん、ピラ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 みたいなやつ、はいこれ鯉のぼりよみたいな、そうよねえ何これって言ったね、ほんと鯉のぼりよみたいな、そうそうそう、そんないらないわよこの鯉のぼりなんてみたいな、仕方ないでしょって、貧乏なのようちはって、お金がないのって言ってね、ほんとねえわがまま言うんじゃありませんみたいなさ、だったわけよ皆さんね、ほんとそういうのがあったんだようち、んそうなのよ、そう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 、焼きそばもちくわしか入ってないのよ、お母さんお肉はって、お肉なんかないわよみたいな、ちくわよって、ちくわも美味しいでしょって言って、やだって言ってね、わがまま言うんじゃありませんのって言ってね、ほんとあ匿名さんありがとうございますね、ほんとそう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 、ほんとあクラッカーありがとうございます、匿名さんありがとうございます、ありがとうございます、そんな感じよ、だってうんねそうそうそう、うちの母すごかったでしょ言ったらもうね、近くに大石くんっていうね、大石くんっていう子いたのよ、ほんともう、まあ、なんちゅうの、もうねすっごいねお母さんがうるさいのよ、あたかこちゃんありがとうございます、その大石くんと喧嘩なんか口喧嘩とかするじゃんと子供の時ってね、例えば皆さん、例えばなんかこうさ叩き合いとかもやっぱあるわけじゃんちっちゃい時ってね、叩き合いとかしたらもう向こうも泣くわけよ、あポーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがあ匿名さんも2個ありがとうございます、ありがとうございます、2倍ありがとうございますね、そしたらもうさうちのね息子何泣かしてくれてるのみたいに言ってさ、大石くんのお母さんもすごいのよほんと
ブロッコリーみたいな頭してるねお母さんなんだけど、本当ね、そう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 、すごいのよ本当に頭がね、本当そうそうで来るわけよブロッコリーがね、本当ブロッコリーババアが来るんだけど、もうすっごい発狂してんのよ、うちの息子そんな泣かしてって言って、本当何考えてんなって言ってね、本当そうオタクはシングルだからそうやって息子さんがグレるなよとかっていう風にさ、また言ういるじゃん、そういうデリカシーない人、うん、親の愛情不足だからそういう風になるねみたいな言ってね、本当ここわかんないよ、もう本当もう発狂してさ、もうすごかったのよ本当、そう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 、うん、うん、そうもそうやってね 言ってきたりとかさあったの本当、そう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 、うん、あクラックありがとうございます、ありがとうございます。もううちのことも遊ばないでくださいとか言ってね、言うのよ。そうそうそう。うん、ね、うちのことはもうあれですよって言ってね、もう絡めあの付き合いをあのやめるように言うときますからねとかっていうふうに言うのよ。うん、ね。愛そうですかってうちのハムすいませんほんとよく言って聞かせますからすいませんどうもって言って、うちの母もねニコニコしてね、すいません本当にって言って言ってドア閉めるんだけど、本当ね、なんじゃあのクソババアみたいな、本当ねえ、なんなあのクソババアみたいな、本当ねうちの母が言うわけよ、本当あのクソババア何みたいな、本当そうそうそう、うん、ねえ、うっさいわねみたいな、あ、匿名さんにこうありがとうございます、ありがとう、ひろきって大石くんとまた遊びなさいって言うの、そうそうそう、お母さんがそうやってね向こうが遊ぶなっていう風に言っててもね、あなたは大石くんとね仲良くしたかったら仲良くすればいいのよみたいな、そう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 、うん、ね、遊べばいいのよみたいな、そう親がそういう風に決めるのはおかしいのよって、喧嘩ぐらいするもんって言ってね、いいのよって言ってね言ってたけどね、うちの母はそうやってね、そうなんていい母なのよ、あ、クラックありがとうございますね、え、ほんとあ、クラックありがとうございます、ありがとう、ちょっと皆さんナイスをね押してくれる、ナイスね、今日土曜日だからって皆さんもうほんとデートとかしてるわ絶対ね、デート、うん、ね、デートしてるわ多分、家族と多分どっか遊びに行ってるわきっと、うわおいしいわねガストのチーズハンバーグみたいな、わかる、おいしいわみたいな、うん、そう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 ね、とってもおいしいわみたいなねえ、ほんとでしょ、どうせみんなねデートしてるんでしょ、そう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 、うん、ねえ、ねえ、どうせそうでしょみんな、ねえ、そうそう、今日はいいのかい、ひーちゃんの話見なくてて、ああひーちゃん別にいいのよ、ひーちゃんはプライベートを大事にしなさいっていうふうに言ってくれたから、今日はあなたと一緒に過ごしたいのとか言って、どうせ言ってるんでしょ、ほんと気持ち悪いわね、ほんと、ほんとよ、そう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 あ、クラックありがとうございます、ほんとに、うん、あ、サイゼリアいいわね、大好き、私もサイゼリアうまいよね、企業努力だね、あの値段でね食べれるなんて、安いよね、ほんと、うん、旦那もひーちゃん推しなの、あら嬉しい、ほんとご主人見てますか、ほんと、あ、こんばんは、私はココスに行ってきたんだって、ココスか、ココスもいいわね、ゆころんちゃんありがとうございます、あ、ケンタッキーもいいわね、あの新しい新発売にあったら美味しそうだね、月見のやつね、そうそうそう、あ、月見バーが出てるのかよ皆さん、いいわね、ね、そう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 、いいわね、ほんと、あ、美味しかった、うん、ね、ちなみにひーちゃんはサイゼリアのおすすめのメニューは何ですかと、うーん、そうね、私はあのあれが好き、サラダ、カクテルサラダが好き、あのエビのね小エビがあの入ってるやつ、あれ美味しくない、あのマヨネーズとこのケチャップのこう混ざり合ったこのドレッシングでさ味付けしてるやつ、あれ美味しいわ、
あれどう、うん、ね、あれうまいね、ほんとね。あれ好き、私。そう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 。うん、ね。あとは、そうね。あとは、あの、チーズコーンピザとかね。知ってる？コーンがいっぱい入ってるピザとか、あれ美味しいわね。ほんと。そうそう。あれも好きだし、皆さんね、私。そう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 。うま辛チキンは食べないね、あんまね、私。エスカルゴも食べないわね、私、うん、あ、スパゲッティ食べるわよ。スパゲッティ、ボロネーゼとかです。ボロネーゼ美味しいわよね。あ、クラッカーありがとうございます。そう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 、うん、アドリアも美味しいわね、ほんと。チキンも美味しいわね、あそこ。そう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 、うん、ね、何でも美味しいわね、あそこね、うん。あ、ビッグボーイはあんたサラダバーがいいじゃないのよ。ビッグボーイってさ、サラダバーいうね、あれいっぱいね、食べれるしね。あ、ひさちゃんありがとうございます。あ、チョリソーチンポね、うん、ね。チョリソーはま食べないかな、辛いのはね、あんまり苦手、ちょっと辛いのはね、私は。そう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 、うん、ね。あ、米田コーヒー大好き。米田コーヒー、あのバターのやつ美味しいね。あのトーストの上になんかあんバターが乗ってるやつ、あれ美味しいわね、ほんと。うん、大好き。そう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 、うん。あ、コーンポタージュね、ドロドロしたやつがいいわね。シャパシャパよりもね、ほんとわかるわ。だから私、あの市販で売ってるな、カップのコーンスープあるでしょ。あれちょっと少しお湯を少しね、あの少なめにするのよ。で、少なめにしてちょっとドロドロにして飲むのよね。あれがまた美味しいのよね。そう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 、わかる皆さん。うん、あ、米田ないの言ったこと。あ、そう、米田いいわよ。何でも美味しいわよ、米田ね。白ノワールも美味しいしさ。そう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 ね、ほんとよ。うん、米田混んでる。あ、米田コーヒー、あの米田コーヒーのいいところっていうのは、あの、あ、ルチちゃんありがとうございます。あの敷居がちゃんとあるところなのよ、皆さん。だってちょっと半ちょっとこうプライベートな空間があるからいいのよね。うん、他のなんかこの喫茶店というか、そのなんつうの、あのコーヒーのなんかお店とかって、スタバとかなんかいう店とかっていうのはさ、すっごいなんかオープンじゃない。ドトールとかさ、なんかああいう既存のなんかあるじゃん、大型の店舗。あ、ポーチありがとうございます。あれあれもうオープンすぎてさ、もうわかるじゃない。ただ米田コーヒーってちょっとね、少しあの高いのよ。うん、高いの。仕切りがあるからすごく落ち着くのよね。なんかちょっとプライベート空間みたいな、あれがいいのよ皆さん。うん、落ち着くわ。あと豆のやつ、あの丸い豆が美味しいのよね。塩の効いた豆がまた美味しいわけ。そうそう、あれついついおかわりしちゃうのよ皆さん。足りなくて、あれ1個足りないの、豆菓子のやつ。あれ、うん、おかわりないんですかって言ってさ、おかわりもらうわけよ、またね、ちっちゃいやつ。あれ売ってますって言って、うん、ね、買わせるのよあれね、確か。うん、おかわりありますかって、ありますって言って。そうそう、あの1個な、10円かなんかでもらえるのよね、1袋。どうぞって言って、そうそうそう、 で食べて、まあ、足りないわねって、ちょっともうちょっとおかわりないですかって言って、あのもうじゃあ、あの大きいやつありますよって言うのよ。あら、本当ですかって言って、100円ですって言うのよ。100円出したらこんな長いの出てくるよね。そうそう、これですみたいな。え、こんなにみたいな。こんな入ってるわよ、塩、あの丸いやつ、豆のやつ、お菓子のやつ。え、うん、そうよ。おね、あるからね。うん、あら、うん、タンプレが何もらったの。あのお豆をもらったってこと。あ、そう。でもなんかあのカードとかもあるからね、米田のカードね。ああいうのもらったら嬉しいよね。うん、ちょっと、うん、そう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 。さあ、皆さんね、もう2時間経ったのね、早いわね。2時間経ったのね、皆さん、もう本当ね、私のくだらない雑談でした、皆さん。そうよ、ね、そうです。あ、メガホンありがとうございます。ありがとう、クラッカーありがとうございます。ね、土曜日でいないからみんなね、本当。うん、ね、今日集まり悪いわね、やっぱりね、土曜日だからね、ほんと。普段もう少し多いんだけど、リスナーさんがね、まあ、なんせ主婦だからみんなね、どっか行ってるのよ、絶対ね、ほんと。あ、メガホンありがとうございます。あ、
もちまろ兄ちゃん2個ありがとうございます。土曜日よ今日、皆さん明日日曜日だからどっか行くのよみんな絶対ね、ほんと。そうそうそう、あ、もちまろ兄ちゃんありがとうございます。クラッカーありがとうございます。ねえ、ほんとみんな今何してるの、仕事終わって何ゆっくりしてるの、どっか行ってたの皆さん。うん、あ、もちまろ兄ちゃんありがとうございます。クラッカーありがとうございます。仕事終わり今皆さん、うん、仕事中に見てるの今この放送。あ、働いてるの、なった何してるの。あ、釣りか、釣りね、うん、え、あなた男性ですか。うん、うん、家でまったりしてるの。あ、いいだね、ゴロゴロね。あ、キャバクラ今何暇なの。あんたやっぱそうでしょ、ほんと。ほんと売れないのよあんた、ほんと。うん、あ、メガホンありがとうございます。私いつもバカにするからよ、ほんと。だからあんた売れないのよ、ほんと売れないあんたよ、ほんと。そうそうそう、キャバ嬢よ、ほんと。うん、そうそう、でもキャバクラ大変ね、毎日毎日。そうそうそうね、おっさんを相手にしてね、ほんと触ってくるんだって、ケツとかおっぱいとか触ってくるんだって。うん、それもそれでご愛嬌だと思ってね、あのもうニコ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 してるんだって、ね、普通だったらキャーって言ってね、ほんと何すんなっていう風に言うけどね、もうおっぱいも触られても仕方ないっていう風に思ってやってるんだってね。嫌でしょおっぱい、あんたおっさんにおっぱい揉まれてさ、あなたほんと軽いやつだっていう風にあんた思われるじゃないのよ、ほんと。うん、そうそうそう、でしょおっぱい。うん、ねえ、触らないようにって、もうトゲトゲのやつつければいい。ねえ、トゲトゲのやつ、胸のやつね、ほんと。ねえ、そう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 。痛い痛いみたいな。ねえ、痛いみたいなさ、トゲトゲのやつつければいいじゃないの、胸元にね、全部。そうそう、血だらけにすればいいでしょ。うん、ねえ、アクラッカーありがとうございます。アクラッカーありがとうございます。うん、ワンピ系のドレスみたいなものがあるの。あ、そんなんがあるんだ。なるほどね。メガホンありがとうございます。ケツも触られるもんね、だってケツとかね。うん、こんばんは、久しぶりにふわっています。もうググさんって言われる人は来てない。あ、ブロックしましたからね、ほんと。あなたググちゃんでしょ。うん、ググちゃんのアカウントブロックしてるの、私の方でね。もうだってうざいんだもん、あの人ね、うざいんだもん、だってググちゃん、ねえ、うるさいんだもん、ググちゃんだってさ。うるさい、ググ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 、うるさい、もう自分でまた来たいんですか、こうやってねえ。ググちゃんいらないよね、ほんと。ん、確か私消して、確か私ブロックしてるはず。あ、ブロックしてないね私ね。うん、あ、ブロックして中井会長と、あとあれだ、皆さん、あの人私に対してすっごいなんかあの、金も持ってるし権力も持ってますっていうババいるでしょ。いたじゃん、変なババ。そう、なんか私たちに対して死ねとかっていう風にさ、最後ね、捨てゼリフ吐いたババ。あれぐらいしかいなかった今。うん、中井会長と、その言ったらババアだけしかやってないわね。だからググちゃんだからブロックしてないわ、私。うん。本当にしつけせいや、みたいな。ねえ、しつけせいやみたいな。怖い怖いね、ほんと、あの人。うん、言われたもんな、私たちね、ほんと。しつけせいやみたいな。あ、ありがとうございます。アニバーサリーありがとうございます。これ、銀さんだって。いいから出してんの、この人な。うん、誰この人。うん、てっちゃん、うるさいわね。いいのよ、ほんと。そう、たまにで、ね、たまに出てくんの、ほんとね。たまにでいいの、ほんと。ちょっとてっちゃんももうググちゃんもほんと、そうそうそう。うん、あ、フォローしてください。銀ちゃんね、男性ですか。うん、ね、男性。てっちゃん最近会ったの、あなたがってこと。何、ストッキング交換したの。うん、
そう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 。銀さんがいるってことは金さんもいるのかしらと、うん、金さん銀さんってやつよ。本当誰も知らないわそんな金さん銀さんって。あなた100歳100歳ってやつでしょ。本当もういないわよそんな覚えてる人なんか全然ね。本当あそう自己紹介、あそう身長体重何なんですか、おいくつなんですか、本当ねえ教えてください。本当ねえ一体聞いてもよろしいですか。本当ねえ皆さん、のんけさんですか、ゲイですか、どっちですかねえ、なんでここにいるんですかねえ。そうそうそう、何者なんですか、これはあなたですか、このサムネはあなたですかねえ。そうそう、なんでこの枠に来ようと思ったんですか、私はタイプに入りますか、太っている人は大好きですか、クラッカーありがとうございます。176センチ76キロ36歳、あらいいわね、うん、ちょっと待って、え、なんでここに来るんですか、うん、ね、なんでここに来たんですか、あなたちょっとそう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 、うん、どれ、ちょっと待って、すごいわねこの人、うん、すごいわね、うん、ねえ違う写真もありますと、あら、うん、え、じゃあもらってもいい、違う写真は、うん、ねえ、あら見たいわ違う写真、あ、ちょっと LINE の QR を載せるので、私の LINE の QR の方にちょっと載せてもらってもいいですか、これ、そうそう、うん、まさかまさかとは思うけど、ググちゃんじゃないのよね、ほんと、うん、まさかと思うけど、ほんとね、ググちゃん騙すからね、こうやっていつも、そう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 、うん、ねえ、LINE の QR できます、そう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 、確かにそうよ、うん、あら、なんかゲーっぽいわね、うん、なんかゲーっぽいな。なんじゃこりゃ、すごいムキムキよ皆さん、これ何一体、じゃ画像見てよ、すごいよこれ、これ本、これ同一人物じゃないでしょ、これ同一人物、これちょっとさっきとこれ違うくないこれ。ねえこれちょっと広い画像でしょう、あなたのやつ、これ違う、そう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 、うん、あはねえあなたですかこれ、銀さん、ほんと LINE 通話できます、何時からだ、うるさいなあんたは、今芝居忙しいの今私は、うん、もしかしたらね、本当ね、出会いがあるかもしれないっていう時に邪魔するんじゃないの、本当、銀さんどこへ行ったの、どこ行ったの、ちょっと、どこ行ったのよ、本当、消えた、消えたかね、ちょっとおしっこ行ってくんね、消えたかな、な、なんなのよ、消えたの、皆さん消えたわね、これ違う、やったー、もう消えたの、やだねー。
あーもう実はねずーっとおしっこね我慢してたからすっきりしたわ皆さん。あ、もえちゃんありがとうございます。あらシャンパンタワー、誰がシャンパンタワーなの、誰よ、あらまあ、誰、ちょっと手洗った今ね、ありがとうございます。あら匿名さんありがとう。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、あなたがアラブの石油を、血毛ボボ、鼻毛ボボ、背中ボボ、全身ボボ、もう脱毛なんかいかないわ、イエス高須クリニック、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。え、何、結局格闘技やってるって、あら、え、私と LINE 交換できますか銀さん、どう、私と LINE 交換してくれますか、あなたですよ、うん、他に誰がいるんですか、本当あなたに聞いているのよ、本当あなたに聞いているの、うん、ね、あ、クラックありがとうございます。あ、ドラヤキちゃんありがとう、日頃の感謝込めましてって、ありがとうございます。まあありがとう、ありがとう、タリアドゥヤララセンダタリアタララ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 ラ、ありがとうございます、ありがとう。ミラーボール、LINE 交換した誰やんた、うん、誰や誰や、うん、あんた誰や、うん、LINE 教えて仕事しろや、ほんとキャバクラ、ほんと、ほんとよ、そう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 でしょ、ほんと出なさいよ外にキャバクラ、ほんと、うん、すいません、ひどなさんの動画が好きですので、うん、てんてんてんってどういうことこれ、 LINE 交換ダメだってことなの、どうして、え、なんで、うん、ね、LINE 交換をしましょうよ、ダメだね、え、まさか結婚してるの、彼女いるとか、うん、ねえ、私の動画見て抜いてるの、しこってるんでしょ、動画見て、うん、もしかして、うん、あ、こんばんは、ねえ違う、うん、ねえ、そう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 、なんだこの BGM うるさいな、時静か時静かって、うっせえな、ほんと消えろや、ほんと、早く成仏しろや、ほんと、そう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 、うん、ねえ邪魔なんだよ、ほんと、あ、こんばんは、こんばんは、うん、ねえ、ほんと邪魔しないでくれる、今誰が使うか別に勝手だろわよ、別に、ラブメロちゃんが最終ね、これてってってってんね、てってってのやつ、そう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 、うん、ねえ、え、皆さん、え、何、結局彼は何、 LINE くれないの、結局ね、 LINE なんだよ一体ね、えくれたっていいじゃんね、 LINE ダメなの、なんと終わったわよね、えなんなのよ一体、うん、うん、貼ってもダメよ、ダメダメ、貼ったら、貼ったらなんかあれだよね、ほんと、お暇なキャバクラの場のあの女から来るわよ、なんか言ってたじゃん、 LINE 交換したいですみたいな、もうね、いたじゃん、あの人、あれから来るわ連絡、そうそう、うん、そうそうね、交換したくないとかあの連絡来るわ、そうでしょ、うん、ね、でも大変だよね、キャバクラとかね、絶対ね、ほんと、いらっしゃいませって言って、あー今日も来てくれたの嬉しいみたいな言ってな、ほんとね、何飲まれますかって言って、うんね、今日もあれですか、仕事ですかって言って、うん、偉いってね、偉いねって言ってね、ほんと素敵みたいな、うんね、ちゃ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 みたいなねえでしょ、うん、あの株とかやってるんですよ、まあ株とかやってるんですかって言って、うん、ねえ
かぶってあれですかってお野菜のかぶですかって言ってね、ほんと、株を拾ってきて、その株の中をちょっと中をこうほじくり出して、そこになんかカレーなんか入れちゃったらなんかしたら、ドラえもんのやつ知ってますってドラえもんのやつって言ってね、ほんと、日本誕生のやつ、ドラえもんのやつで、ほら株の中でこう開けたらカレーが出てくるやつありましたでしょみたいな言って、あはははははは言って、そうよそうそうそう、その株ですかって言ってね、ほんと、おー、そう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 、ん古いこの話は知らないかなこれ、あ、クラッカーありがとうございます。キャバやるなら高級クラブの方がいいってこと、大変そうじゃん。だって高級クラブってあれでしょ、なんかあの頭なんかあれでしょ、ちょっと こんななんとのね、あのお相撲さんみたいな、なんかじゃ、なんかこんなね頭してる一人じゃん、お姉さんとかでね、こんなわかる、でっかいの三角みたいな頭してる人でしょ、お姉さん、あのママとかね、着物着たなんかあのヘアスタイルな、そう、ナナママみたいな、その YouTuber のさ、いるな、あんな頭でいるんでしょ、だってそう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 でしょね、え、うん、きつねうどん持ってきー言って、そうそうそううちは食べたんや言って、ほんと、持ってきー言って、うん、高級クラブの何、お客さんすごく紳士ですって、あんた分かってないよね、ほんと、見かけ倒し、結局ね、皆さん、そう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 、偽ってるだけよそんなの、ね、思わない皆さん、ほんと分かってないわね、ほんと、2時間お黙んなさ、医者とか弁護士変態ばっかりよ、医者なんて、あなた本当変更ばっかり、お医者さんね、私が一番よく知ってるから、ほんとつながってたからよくわかるの、うん、変更ばっかり、そうそうそう、ね、頭ちょっとなんかね、やっぱその頭賢すぎても、やっぱ頭賢い人ってちょっと変な人だね、やっぱちょっと、ね、そう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 、いいのよ、ほどほどぐらいはね、皆さんやっぱりほどほどでいいのよ、ほどほどで、そうそうそう、あ、クラッカーありがとうございます。 あんまなんか頭賢すぎても嫌じゃない、皆さんだって、ねえ、なんか知識自慢とかするで、その中村みたいに知ってるみたいな、知ってるって言って、って言って言ってくるや、知識引き散らかしてね、本当、そうそうはいはいはい、すごいわねって言って、はい、すごいわねって言って、はい、すごい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 って言って、ね、ほんとでしょ、自慢話ばっかして、男ってマウント取りたがるよね、ほんと、男ってそう思わない、そうそう、あそこのお店美味しいわよって言ったらさ、そうなんだみたいな、いつも行ってる店の方が美味しいよって言うのよ、そんなこと聞いてないわあんたみたいな、ほんと男ってそうじゃない、結構なんかね、そこはなんかさ、女の人はまた違うじゃない、あそこの店美味しいんだよって、そんなの今度行ってみたいとかっていう風に、女の人はそういう風に言うでしょ、女性ってそうじゃない、あらーって、そうなんだって言って、あそこ美味しいんだ、今度行ってみようかしらって思わない、結構なんか女性ってそういう風に言うじゃないの、へーみたいな、食べてみたいみたいな、共感、女性共感する、男は共感してくれないよね、男はなんかね、はなんかあのねえ、張りたがるね、なんかそれそこ美味しくないよみたいな、あっちのが美味しいよとかって言うのよ、ほんとねえ、誰も聞いてないのに、ほんとそんなことね、あ、クラッカーありがとうございます。負けたくないのかな、男の人ってね、やっぱりね、男性ってね、あ、クラッカーありがとうございます。男はそうかもしれない、職はね、何、子供の学校や塾は女性の方がまっとるの、どういうこと
ナナちゃん2時間うるさいだね、ほんと病気、ほんと寝なさいよ、ほんとデパスいっぱい飲んでも、ほんとあなたがエイミしたら始まるわ、ほんと、ねえ、ほんとあなたがいるから始まらないのよ、ほんといい加減気づきなさいよ、ねえ、うるさいわね、飲みなさいよ、ほんと、そう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 、ねえ、うるさいわね、ナナちゃん大変だったわねって、ねえ、なんかでもやっちょくんだからね、もうやっちょくんだからもう分かってたんじゃないかしらね、そういう風なことになるって、そう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 でしょ、うん、そうそうそう、ナナちゃんナナちゃんってほんとね、みんなナナちゃんナナちゃんって言って、ナナちゃん、ふじみちゃん、モスコちゃんとか言ってね、ほんとでね、ほんとね、うん、そうよ、なんで引き受けたの知らないわよ、ほんと聞きなさいよ本人に、もうナナちゃんも作詞だから分かってたわよ、ほんと頭賢い人だからね、荒れるっていうの分かってたわよ、ほんとね、そう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 、うん、ほんとそうね、藤見ちゃんもコスプレ高いわね、ほんと素晴らしいと思うわ、ほんとそうね、うん、よかったわね、みんなね、ほんとみんなすごいわね、ほんと、うん、あーすごいすごい、うん、奈々ちゃんはなんでブレイクしたの知らないわよ、ほんとねえ、流してみんなお願い、海ちゃんありがとうございます、流して流して流して、ほら、あ、どうもありがとう、海ちゃん流してありがとうございます、流して流して、はい、どうもありがとう、あ、海ちゃんありがとうございます、もちまろちゃんありがとうございます、かなすけちゃんもありがとうございます、あ、いいわよいいわよ、皆さんすいません、ほんとね、はい、汚い汚い、はいはい、流しましょう流しましょうね、あ、ありがとう、海ちゃんありがとうございます、地震どこ地震なのよ、あ、海ちゃんありがとうございます、地震なんかないよ、だって地震なんかあった今、地震なんかないでしょ、どこに地震なのよ一体、どこの地震よ、鳥海、どこ鳥海って、東京も揺れてる、揺れてる、これ震度1ぐらいかな、震度 1?、うん、揺れてる今、どんな感じ今、揺れてる？まだ 6.3 マグニチュード、そんな揺れたっけ、ねえそんな揺れた、マグニチュードなんかそんな、ねえそんな揺れてないでしょ、うん、そうそうそう、うん、ねえそんなあった、皆さん、うん、そんなないでしょ、揺れたっけ、うん、ねえ、何 6.3 なの、マグニ、どこの震源地は、震源地どこ、今地震、ちょっと待って、嘘でしょ、東海道のやつ地震、ちょっと待って、地震速報、地震、地震が多くなった昔に比べたら、それだけあれだよね、あの観測するなんかそういう機能みたいなものが上がってるんだよ、そう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 、うん、ねえ、どこ地震、ちょっと地震あるけど皆さん震度1よじゃあ一応今ちょっと関東の方見てほら、これ、あ、これ違うわね、5時20分だねこれね、うん、これではないのね、ちょっと、うん、どれ、地震どこにあったのよ、数分前、来ないよ、来てないよ私の方に地震なんて、来てないって、何、南方沖って、あ、静岡だそれ、静岡県、春河湾沖でしょ、
静岡県だそれ、うん、地震あったの。大丈夫？静岡県の皆さんどう？駿河っていうのが駿河湾だって、うん、ね、駿河湾だってよ、うん、駿河銀行ってあるけど そのこと駿河銀行って、うん、知ってる？駿河銀行ってそこから来てるんだね。駿河湾っていうのはね。あ、そう、うーん、そう、地方銀行ね、うん、あ、クラッカーありがとうございます。あ、そう、何もないんでしょ皆さん。ちなみに私は裾が最低、ほんと草ねえ草、うん、あ、匿名さん5個ありがとうございます、ありがとうございます。汚いわね、ほんとあのパン。そうそう、結構あちこち全国規模であるよね、駿河銀行ってね、地方銀行のくせに。そう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 、うん、共振モニターの範囲と深さがすごいの。でもそんな言うて東京揺れてないけどね。そんな揺れたかな東京ね。みんな大げさなのよちょっと、うん、震度1、2、これそうでしょ、そんなあなた1、2ぐらい、あー地震よーって言って、あー揺れてるわーって言った、あら揺れてるわーって言った、あらよ、ほんと、あ、私だ、あの揺れてたのかしらみたいな、ほんとでしょ。あ、クラックありがとうございます、ありがとうございます。細かくっていうか大きく入れたんだ。そうだよね、もうあの言われてたもんね、ずっと南海トラフ地震がもうすぐ来ますっていう風にさ、ねえ、あの言われてるもんね。確かにね、もうすぐね、怖い怖い、ほんと皆さんねえ、怖いわね、ほんと皆さん、そうそう、携帯も使えないじゃない皆さん、携帯電話あれ知ってる？確か何だっけ皆さん、あれ114番だっけ、確か114番、災害になったらなんか家族にさ伝言残せるの知ってる？そういうサービス、 NTT のサービス知ってる？それ皆さん114って押したら114だっけ、確か安否確認サービスってあるの知ってる？ NHK で、あ、 NTT だ、うん、そう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 、知らないでしょ皆さん。117だっけ、117、うん、そうそう、あるのよ皆さん、171か、あれで、あの相手の電話番号を登録する、あ、相手の電話番号を打つのよ、打って伝言入れるのよそうそう、ひろき大丈夫みたいな、うん、ね、心配してますお母さんですよみたいな、わかる？そうそう、連絡つかないかな、こっちに電話し、伝言ね入れてみたんだけど大丈夫みたいな、もし聞いたら連絡ちょうだいねみたいな言って、そう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 、うん、残せるのよ、うん、そう、相手の電話番号知ってればできるのよねこれって。でも今時その電話番号交換しないもんね、今もう LINE だもんね通話がね、ほんと、そう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 、でしょ。あ、みちゅんさんありがとうございます、ありがとう、 LINE だもんね。あ、そうそう、聖杯皆さんどう？ちょっと聖杯ちょっと聞いてもいいかしら、どう？聖杯の方は皆さんどう？あ、つーちゃんありがとうございます、ダメ、うん、LINE の安否確認もあるんだ、へー、あるんだ。そう、今もう LINE だもんね。萌ちゃんありがとうございます、つーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、萌ちゃんもありがとう。ないか、あ、つーちゃんありがとうございます、クラッカーもありがとうございます。なんなんだろうね一体。あ、つーちゃん、みちゅんさんありがとうございます、誰かくれない、聖杯ね、見てる人いたらさ恵んでくれない、ちょっとね、ほんと匿名さんありがとうございますねえ、今の子は何 LINE 使ってないの？インスタの DM を使ってるわけ？
そうなの。あとくめいさんありがとうございます。あ、のろのちゃんもありがとうございます。みちゅんさんもありがとうございます。なんか目がなんかゴミが入ってんじゃん。大丈夫かな、ほんと、うん、目が痛い、うん、あ、のろのちゃんありがとうございます。あ、 LINE は何、もう本当に極めてるプライベートっていう風な感じになってるんだ。もう気軽にっていう風な感じではないのね。でも今私たちの時代だったら直電をしてるのは一番なんか深い感じよね。あ、のののちゃん、みちゅんさん、匿名さんありがとうございます。たかこちゃんもありがとうございます。まだ LINE の方が軽いっていう風に思っちゃうわ、うん、ね。あ、つーちゃん、たかこちゃんありがとうございます。匿名さんもありがとうございますね。え、家電とかね、うん、インスタに電話かけれるんだって今の。あ、え、だったらでもツイッターも電話かけれるよね今。 X もできるよ、うん、あ、たかこちゃんありがとうございます。あ、みちゅんさんありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。そうそう、今ね、そう、あのツイッターもできるんだ今ね。すごいわね。あ、匿名さんありがとう。あのね、出会い系のねやつもあるわ、電話できるやつ、うん。あ、匿名さん2個ありがとうございます。マッチングアプリもできるもんね今ね。マッチングアプリね。あ、匿名さんありがとうございます。スーちゃんもありがとうございます。おかしいわね、ほんと皆さん。聖杯出ないのもね。あ、たかこちゃんありがとうございます。みちゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うさぎもありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。なんかね、目が痛いわね。何これ。何これ。もうやだ、もう何これ。0.1% だから何 ?1000 個に1個かな確か。ねえ、1000個に1個かな ?1000 個に1個。確率で言ったらね、うん。あ、匿名さんありがとうございます。1000個に1個かなじゃあね。そういうことか。うん、0.1% ってことは。あ、たかこちゃんありがとうございます。ありがとうございます。みんなね一生懸命投げてくれてるんだけどね、なかなか聖杯が当たらないわね。うん、聖杯は機長くんが持ってるの。あ、前回のそのイベントのやつってこと。あ、なってるってこと。うんね。あ、クラッカーありがとうございます。今だって聖司くんとか機長くん今イベント中でしょ。いいいい、そんなの。うん、あ、みちゅんさん、あらー、ありがとう。2番10個ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよね、ほんと。なんかエコひいきされてんのかしらね。そんなことない、だってちょっとエコひいきされてるわよね、ほんとね。なんだかおかしいわよ皆さん。ねえ、おすすめ規制にはするわ。おかしな話よ皆さん、ずっとね。あ、たかこちゃんありがとう。匿名さんありがとうございます。つーちゃんありがとうございますね。え、ほんと、運営さんのなんかさ、個人的ななんかそういう風なさ、好きか嫌いかでなんかそのさ分け隔ててる感じがするのは気のせいかしらね。え、そうは思いたくないけどね。あ、ポーチャーありがとうございます。ありがとうございます。クラッカーもありがとうございます。うん、何、あっちは何、聖杯がすごいの。あ、ポーチャーありがとうございます。配信でチューするからなの。なんでチューしたらそんなに規制するのよ。嫉妬してんのねえ、なんでなの一体。じゃあ、うん、あ、みちゅんさんありがとうございますね。え、ほんとね、え、意味が分かんないわね、ほんと。じゃあ準備しよっか、そろそろね。あ、
つーちゃんありがとうございます、ありがとうございます。ふわっちナンバーワンの政治 3K で運営さんに着せよう、いいのよ、うるさいわね、あなたは、あなたはもういいのよ、寝なさいよ、ほんと病気、ほんとねえ、うん、そうそうそう、もういいのお病気は。あ、つーちゃんありがとうございます。ここまで来ないでも病気になるから、みんな全員がねえ、ほんと感染するわあんたの病気、周りに、ほんとねえ、もうどっか行ってちょうだい、入院してちょうだい。あ、つーちゃんありがとうございます。もう来ないでください、もううちの枠にはね、ほんと。あ、つーちゃんありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。見れません、うちでは、うちでは見れませんから、もうトップに分かった方、もう分かったからもう帰って、次やったらブロックよ、もうね、ブロックよ、もうダメ。あ、つーちゃんみちゅんさんありがとうございます。ダメ、もうちょ目をね潤わさして、ちょゴミがね、あのちょっと入ってるのよ。あ、取れたわ、うん、あ、まだだわ。あ、ポーチありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。あ、特別さん、豚れ、ございます。ありがとう。あみちゅんさんも10個ありがとうございます。ありがとうございます。取れたかな、目ね。なんか目がおかしいんだよね。うん？目薬だね、目薬。うん、うん、目薬ね。じゃあ皆さん、ちょっと今日はですね、なんと、約3ヶ月半ぶりぐらい？5月ぐらいにやってるから、もう4ヶ月前ぶりか。なんと、紅白ね、歌合戦がね、約4ヶ月ぶりに、開催されます。5月にやってるらしいんだよね。6月ぐらいかな。だから、ね。匿名さんありがとうございます。運営さんにおかまの枠で気に入られてるのはパニちゃん。そうですね。そうそう、そうだ、そうですね。あみちゅんさんありがとうございます。そうね、ほんと、うん、そうね。あ、ありがとうございます。クラッカーメガホン10個ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ほんとうるさいわね、パニちゃん、パニちゃんね、中村くん、中村くんね、あなたはパニちゃんよりも下なんだからね、偉そうに出しゃばるんじゃないわよっていうふうに昨日言われました。皆さん偉そうにね、あなたみたいな言ってさ、言ってきたけどさ、ほんとね、ほんと私のおかげなのよ、パニちゃんはあんなにね成功したのは。わかる、私のわかる、サポートがあってのパニちゃんのね今の、わかる、ああいうふうに成功してるのよ。みちゅんさんありがとうございますね。えみんな、ほんとそうよ、そう、そうそうそう。あ、匿名さんありがとうございます。私が押し上げたと言っても過言じゃないの。わかる、パニちゃんはあそこまでね、グググググっとそうだよ、自分で、そうよ、自分で言うわよ。だって、うん、あ、みちゅんさんありがとうございます。だってそうだもん、だって、うん、あ、レインボーさんありがとうございます、ありがとうございます。そうよ、うん、妹分に何抜かされたの、うん、ナナちゃんが勧めたって聞いたの、何が。あ、つーちゃんありがとうございます。もううるさいね、もうほんと、もううるさいな、モスコちゃんは TikTok は勧めたのは私よ、だって、うん、私がモスコちゃんにやりなさいって、 TikTok 頑張りなさいって言ったのよ、私のお金よ。あ、みちゅんさん、どら焼きさんありがとうございます。歯じゃない、ほんとだもん、だって私だもんね、だってね、私ね、そうよ、うん、ちょ、もうさ、もう誰が別にどうで別にいいわよ、もうほんと
なんでいいのよ、うるさいなクソババアは。本当にもういいのよ、どっか行ってよねえ。本当あとくめいさんありがとうございます。うるさいね本当、ブチ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 クソババアは本当ねえ、そう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 、やめてくれない本当、ねえ、貧困不細工ババアよ、わかる皆さんねえ、 HBB よ、わかる、貧困貧困ババアよ、貧困クソババアよ本当うん、HBB よ、うん、貧困不細工ババアね皆さん、 HBB よ本当うるさいね HBB は本当、そうさっきからねずっと、あ、みちゅんさんありがとうございます鉛筆みたいなの、ね、もううるさいわね皆さん、もうほんと、あ、みちゅんさんありがとうございます、こんばんは。じゃあ今日ね皆さん、なんとモノマネ選手権をね開くに開催するにあたりまして、あのまあやっぱ メンバーをねやっぱり選んでいかないといけませんよ、わかります、こちらはね、あ、ありがとう、うしうしちゃんありがとうございます約10組皆さんね選びたいと思います、10組ね。アメガホンありがとう、よく聞いてるわね、プチ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 と、よくプチプチ切れるわね。そう、エントリーしていきましょう。ん？何？おなじみのメンバーいいじゃん。ねえ、いいじゃん、おなじみでも全然ね、ほんと。もうちょっと、もう皆さん、ちょっと待ってください。あれ？これどっち？こっち？あ、こっちかな？よし。よし。あ、こっちだね。よし。オッケー。治ったね。よし。アメラフォありがとうございます。さあ今日のメンバーは誰にしようかな、本当いいですか、まず皆さん、まず男性、女性からいこうか、女性ね、女性チームね、女性、赤組かな、赤組、うん、赤組とね、うん、そう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 、うん、デコルテ姉さん京子見たいかな、デコルテ姉さんは、はい、ちょっとごめんね皆さんね、はい、ブロックです、はい、ブロックね、杉本彩さん入れてほしいです、あ、まあこれはね、これはちょっと参考にしましょう、うん、そう、バイバイね、ほんと、うん、はいはいはいね、はい、どんどんね出てきてください皆さんね、ほんと、うん、ね、はいはい、バイバイよ、うん、ね、もう言ったもんね、ちゃんと、うん、ちゃんと言ったわよ、うん、そう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 、あ、夏といえばにするね、夏といえば今回ね、そうしよっかね、夏といえば